はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ごは。11月20日木曜日、本日はキコーナ戸塚店から生放送です。せーの、戸塚にゃん。おいおい、戸塚にゃん。戸塚にゃん。練習したから。いつもと違う、いつもと違う。何何。ちょっと。これでしょ。戸塚にゃん。戸塚にゃん。いつもと違う。やってやったわ。やってやったもう。もうぶっ壊してやろうかなと思って。何やってるんですか。ぶっ壊してやろうかなと思ってさ、戸塚にゃんのこれをさ、壊してやろうかなと思って、ね。もうね、本日も始まりました。はい、木曜日、気候な戸塚店、戸塚にゃんです。よろしくお願いします。お願いします。最初から飛ばしすぎだろう。ぶっ壊してやろうかなと思ってね。戸塚にゃんぶっ壊してやるよ。やっぱあれ相方が痩せたような気がします、ね。そう、あのね、あんちゃん痩せたな。今日あんちゃんだいぶ痩せてますけどね。グダグダやな。アズリュウケン氏が、今日神回確定ですね。生アズリュウケンだね。久しぶりですね。久しぶりですね。どうも。久しぶりですね。久しぶりです。どうですか最近、あの磨きっぷりの方は。そうですね、清掃の方はどうですか。ピカピカしてますよ。久しぶりに戸塚来ましたからね。あ、そうですね。初めてじゃないですか。そうそうそう、山ちゃんとこは。いや、初めてですよ。あ、そうです ね、やるのも。はい、はい、私ドキドキしてます。え、ドキドキ。戸塚にゃん。相変わらず来週からこれになりますよね。戸塚にゃんの、なんだ、ありがとう。山ちゃんもちょっと、なんか偉い人になったみたいな格好してますね。寒いんでこう。いや、はい、そう、僕は暑いんで。あ、そうですね。あっちゃん、戸塚の放送楽しみしてて、ありがとうございます。戸塚の皆さんはこう変な人がいますね。はい、今日はね、変な人いますけれどもね。はい、今日は山ちゃんと、あずけんと、二人でね、はい、お送りしていきますけれども。ドラム来たよ。あれ、もう一人来ましたけどもね。はい、これはあれだね。マイクはあっちかな。ドラえもんじゃないこれ。ドラえもんも来ましたね。ドラえもん。言わなきゃダメだからね。寒くなって。いや、マイクつけなさいよ。はい、あ、マイクをね、つけていただいて。おもろすぎるよ、預けってね。本当にね。もうそれだけで仕事するようなもんですからね。はい。といったところで、本日はですね、はい、久しぶりのパチスローと。そうですよ。ということで、一体何ヶ月ぶり？何ヶ月ぶりぐらいの、はい、多分あの店長がたくさん集まった時以来、あ、そうですね。あのパチスローやってないんですけど、ハーデスとかやった時ぐらいですね。そうですね。今日は久しぶりのスロットということで、パチスロー日暮らしになる頃にきらめき、はい、こちらをですね、本日は2時間しだしていきますんでね、皆さんよろしくお願いします。持つのか、よろしくお願いします。ビタ押しできるのかな？簡単でしょ？大丈夫かな？大丈夫でしょ？そう。まあね、先週あの吉井さんがね、来週はね。はい、ビタ押し名人、ビタ押し名人、ね、あ、ビタ押し名人がね、来るということでね、私が来ましたんでね、ライターだからね、ライターもビチ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 、もうあれだ、ビタ押しミスターだってデスソース食べさせてください。ちょっと待って、それね、えらいことになっちゃうって。やってみよう。ビタ押し一回成功したら来店取材一回ね、もうそれで決まりでね。毎週で毎週。はい、預け仕事しすぎですね。いやいやいや、遊び行きました。ドラえもん。天下さん、天下ですね。預け髪長すぎるな。あ、髪伸びましたね。ちょっとあの、寒いんで、寒いんでちょっと多めにしとかないと寒いんで。ドラえもんごとき出してよ。出ないよ、ドラえもんから。預けん、はい、呼んだだけ。なそれ。おまわりさん、不審な青いものが通っていきましたというね、ドラえもんですね。ドラえもんだよ。ドラえもん何やってんの？ドラえもんはあれ、今日はあれ、あんちゃんじゃないの？あれ、またあんちゃんじゃない。はい、ということで自己紹介いただいてもいいですか。可愛いアピール、可愛いアピールだよ。はい、可愛いアピールしつつ。はい、じゃあ自己紹介してください。はい、自己紹介。はい。そろそろ次第。じゃあもういい。はい、はい、ということで、ピッて、ピッて。はい、スミチェルですね。はい、スミチェルです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあもう早速ね、時間も時間なんで打っていきましょうか。はい。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きます。はい、ということで、カメラ位置直しますので少々お待ちください。はい、あ、じゃあちょっとあの一行な一行ねもうね、コメント読み頑張ってくださいね。あずけんさん、あれだろ、これ音量でかいんじゃないの。ちょっと大きいわそれ。あ、ちょっと大きいかもしれないですね。ちょっとこれあっちゃん、これパソコンなんか良くなったんじゃない。パソコン良くなってないですよ。なってない。あっちゃん儲かってんだね。儲かってない、儲かってない。
はい、あっちゃんだったの1000万円チャレンジもあるだ。1000万円チャレンジないっすよ本当に。久しぶりに見たらちょっと痩せてたから。太ってた逆にね、逆に最近太ったってよく言われますね。こんなもんかな。あ、高橋店長と中志さん散々だったって。あー、日暮らしが日暮らし、あ、火曜日にね、ビタ押し相模原で、ね、ビタ押しがダメだったってこと。そうそんなの僕がいればね、もういくらでもやりますよ。2番にしたいんだ。かぶってるのかって、はい、かぶってはないです。こんばんは。それじゃあこれ、はい、音量 2にするから。お、ほら、あっちゃんのビタ押し期待してるようだ。あ、ありがとうございます。あずけん、ドラえもんから女出してる。それあの横須賀のね、純ちゃんじゃないと出てこない。そうですね、そうですよ、ね、うん。罰ゲームが決定した、していたように、あ、そういえば先週あっちゃんの罰ゲーム、あ、そうだね、罰ゲームってかおかしくない。だってデスソースってね、いいよ、よくない。あんちゃん来るよ。あんちゃんね、この後来ますね。あんちゃん働いてる、はい、意外と働いてる、うん。あじゅけん、もう始めますよ、はい、あ、どうぞ始めてください。あじゅけんは下の方かぶってます。これどう打ていいかよくわかんないんだけどね。それはまずいですね。ちょっとね、それはね、すぐに教えて。何狙うの？図柄狙ってください。図柄、うん、バとりあえずバー。これ音ちっちゃくないですか？これ一気にちっちゃいよ、ちょっと。こんなシュールな放送になるだろう、これ、ね。シュールな放送。あずけん、ダメだな。気候な流行語大賞は何がノミネートしそうですかね、今年の。気候な流行語大賞ね。デスソースじゃないの、気候なのさ。3番。いや、デスソースですか。そんなによくやってなかった。よくやってましたけど、ね、最初の頃はね。ずっとやってたでしょ。はい。あずけん、清原の調査。いや、4番にしよう。状況教えて。だから、清原ちっちゃい気がするな。清原ダメだ。はい。何番にしたの。あずけ見れて嬉しい、大好き。あ、ありがとうございます。はい、左のフィギュアを押し込んだ。この台はビタ押し 100% できる人じゃないとビタ挑戦する意味ないです。まあ 75% ぐらいあるんですよね、ビタじゃなくて。大丈夫だよ。え、 100% でしょ。まあ 100% ですけれどもね。あず龍拳が何度もラオウにやられてましたね。ね、相模原の放送でね、もうね、うるさいまたあず拳出てきたよみたいな。もうね、珍しいキャラじゃなくなってきた。うるさいです。もうラオウで、ラオウ選んでね、もう龍拳出てきたら、もう、いや、本当ですよ。失礼な話ですね。世の爪。失礼な話。あっちゃん、ビターの4枚。ちょっと待って、なんかすぐ入ってよ、大変態ゾーン。何それ、はい、大変態ゾーン。変態が変態ゾーンに入ってます。変態に変態ゾーン入ります。むっついが変態になった。うん、ここもビタ押しやるんじゃなかったっけ。ここもビタありますよね。はい、はい、大阪ではデスソースよりも、やばい18金一味というのが登場しましたよ。なんすかそれ。そんなのあるの。18金一味。多分相当あれなんでしょうね。卑猥なんでしょうね。匂いがね。香りが卑猥な。匂い。香りが卑猥な。ちょっとやばいですよ。おそらく。山ちゃん、昨日の横須賀で山ちゃんのダサさについて話題になってましたよ。なんで何それ。なんで、まあ、昨日ね、なんか今年の流行語は何だっていうね。あ、それ来たよ、ビタ押し、はいはい、ビタ押しやって、まあ、とりあえずビタ押しやりましょう。右、はい、白七王女だ。うわ、下手くそだよ。もうスミチェル、ないわ。あずけ以外の皆さん、こんばんは。こんばんは、どうも。以外の皆さん、どうも、こんばんは。はい、あれ、気候な裏切ったはずの持ち録がまた裏切ってないからね。大変身は、ビタ9割超えないとビタする必要性皆無。あ、そうなんだ。今来た、呼べる。今、遅い。タバスコの200倍の辛さらしいっす。あ、マジっすか。やばいね。それ死ぬよ。あずけ、横須賀の年末の放送出て、純、うん、ちゃんとプロレスしてね。いいよ、やるよ。ダセーなスミチェルね、目押しできないとね。はい、申し訳ありません。はい、アズリュウケン七星天神を教えてください。教えないわ。もう教えないわ。あれ、昨日なんか一子相伝ですからね。横須賀で何言ったの。昨日はあれですね、ただの人志。もうネタですね、純ちゃんのネタの方向ですよ。そうですね、確かに。ふん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 言ってたでしょ。まあ、途中でパルコ店長とどっか行っちゃいましたしね。もう完全にもうやってますね。ホテル摩天楼に行っちゃいましたね。やばいよそれも。ふんふんしてましたよ。もちゃくちょっとその一味買ってきて嫌だよ。あれ今日両画面山ちゃんなのダサいね。違いますよ。目押しできないのはね、スミチェルですからね。そうですよ。はい、あちゃんはもう日暮らし完全攻略したんですかと。私まだ打っててないので、まあ、今日フル攻略してあげたいと思います。これやばい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 。え？
やばいよ。でもね、全部がエロいよ。あ、絵が？そんなでもないでしょ、そんな。非常にプチマス、プチプチアイドルマスターが登録されました。ありがとうございますね。ありがとうございます。アイマスとか知ってる人いますか、この中に？はい。あ、スミチェルは知ってる。スミチェルだって、はい、好きだもん。あ、そういうの。いや、好き、好きでは、あるかな。あ、好きね。好きではあるかな。うん。さすが漬け、どこに出ても周りのキャラを食っていくんです。いやいや、食わない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 、まだあんちゃんと絡んでないから。そうですね、あんちゃんをね、クッとやるから、うん。最後のシーンの、最後の列、最後列、真ん中の人は、体の重心が全く移動してないから最具伝、最具伝になった。それ何、はい、何最具伝、さっきの大変身よりも熱い本、そっちの方が熱い版です。あ、熱い版ね、はい、うん。ビッグ300割、300割ったら、罰ゲームで、ビッグ3、確率が300割ったら、ね、リプレイが揃えばいいのにリプレイ揃わないの。そういえば水曜にチェリックスと預けのアンケートして3対7でしたよ。何がアンケート、どっちが好きかとかじゃないですか。あ、そう、3対7、アズケンとリュウケン、うん、アズケンとチェリキシあれ全然リプレイ来ない。アイマス白あったやんと、ありましたね。あんちゃんの今日はコス何ですかね、何でしょうね、今日はね。何裸ですか。裸裸回し、もうリプレイコスプレじゃないっすね、それ。アズケンおにぎりどうでしたか。おにぎりね、ひどいよ、ほんとにやつはさ、やつはひどい男だよ、ほんとに。いや、結構ね、楽しく絡んでましたね。でも頑張って、でも頑張ってたよ、ほんとに。アズケン髪増えましたね。増えてない、増えてない。ちょっとズラにしました。ちょっとかぶり、粉振り、粉振り、粉振り。確率じゃないよ、ビッグで枚数300割ったらダメでしょ。あ、300枚以上取ればいいってことね。ビッグボーナスは親代が30ゲーム消化するかジャックゲーム3回で、終了ということですね。赤7だとボーナス30ゲーム消化かジャック、あ、これも一緒か。あんちゃんの巫女姿は見たいかもしれない。巫女気持ち悪いな。巫女、巫女、うん、多分着替えてますよ、巫女に。大丈夫です。皆さん日暮らしのアニメ見たんですかと。私ちょっとだけ見ましたね。僕は回までは見てます。あ、全部見てる、はい、はい、さすがだね。いやいやいや、日暮らし、うん、いやいやいや、日暮らしは見ましたよ、私。全部、マジで。こう見てもやっぱりスロットのは見ますよ、ちゃんと。あ、スロットのやつはちゃんとしっかりアニメも見る。どんな話ですか、どんな話ですか。そもそも山ちゃん、日暮らしってそもそも何が分かってます。日暮らしが何、日暮らしって何か分かってます。日暮らし、はい、日暮らしってなんかセミみたいな。そのままだろ、それ。山ちゃんそのままの答え言ってくれる、言ってくれると思ったから聞いたけどもさ、聞いたけども山ちゃんやっぱり言ってくれたけども、それはね、これ病気だからね。病気病気なの。そう、日暮らしって病気、日暮らしのこの病気だから、感染症。あ、そうなの。セミわらわら、感染病だから、はい、うん。あれ背広着てるんだと、総意は、着てないんですねと。あ、今日はね、脱いでますね。術つけないからダメだろ。次、アズケン詳しいな、わらわら、うんうん、意外とね、好きですから、はい、うん。まあ、ボーナス、これ疑似ボーナスタイプなんですかね。疑似ボですね、はい。で、ボーナス30ゲーム中にジャックイン、はい、で、ジャックイン3回するか30ゲーム合計でやると、はい、うん、まあ、ビッグ終了、はい。パッツするとレギュラーはジャックイン1回分、はい、で終了です。詳しいね、おやしろ様。詳しいですね。もう打ったんですか。いえ、初打ちです。あ、初打ちということですね。はい、おやしろ様みたいな顔してね。顔わかるの、おやしろ様の。大体わかる、おやしろは知ってるよ。僕、おやしろ様みたいに角生えてないですから。よくわかんなかった。ひなみざわ症候群っていう、病気だよ。あ、そうそうそう、預けんは匿名清掃員なのですか。そうですよ。清掃のおばちゃんとね。卑猥だから。女王蜂のそばを離れるとてん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 、なんかあるんですね。なんでも知ってますね。熱いって。お、ちょっと山ちゃん、山ちゃんそれいいんじゃないの。きらめきって言うよ、きらめき。ちょっと、あ、これ疑似連みたいなやつですか。そうですね。ほい、ほい、ほい、閉まれ、閉まれ、閉まれ。ちょっとそれ、あー、いた、いた、いた、閉まっちゃダメです。それ、それ卑猥だよ、それ。4枚取れたの、すげえ。全然ボーナスっぽいですね、これ多分。コツがこういう色じゃない。ボーナスいけんの、これで。コツがこういう色じゃない。色じゃない、色じゃない、色じゃない。すいませんでした。あずけ今どこにいるんですか。私、伊勢崎にいる。はい、伊勢崎にいる。あと、小田です。あー、小田原。信長の方。山ちゃん、戸塚は隔週になるんですか。
あのね、はい、ちょっと親方、親方にね、親方じゃない、親方、新しい親方、新しい親方ね、親方、新しいな、親親分がちょっと、ええ山ちゃんお願いよーって言われてね、これ当たったの、当たりましたね、当たった、当たった、はい、当たりましたね、イエーイ、あれあれあれ、はい、あ、チャンスゾーンに当たった、はい、これまたあのリプレイのやつね、おお来た、リプレイ、あれ、はい、これ今のリプレイカウントされないの、ナビ来て、ファーストナビ、これやばいんじゃないの、あれ、うん、あ、チェリカちゃん、いや、レア君、これリカちゃんだ、リカちゃん、リカちゃんだ、ハニューです、リカちゃんじゃないですよ、ハニューです、あれダメなの？シーザー青い髪の毛です。あ、そう。そうそう。あれ？こっちも行きましたよ。影だけで分かるかよ。影だけで分かんねえよ。どっちも人気放送ですからね。と、そうですね。月曜も、木曜もね、人気の放送ですけれども。緑で決まっちゃった。あれ？まあ親分が山ちゃん一緒にやろうよみたいなね。そうそうそう。話をいただいたということですね。あれ？やだよ隠しは毎週やってほしいよ。だそうですね。ありがたいですね。あれ？これはどっち？これはどっち？何成功したの？成功しましたよ。はい。どっち？スリーチャル、はい、タイムレーンです、はい、これリプレイ引きゃいいかな、リプレイ引きゃ、うん、ベル、そう、また1回しかいってない、これ発展したよ、はい、あ、なんか熱そうじゃないのこれ、あ、これ、うん、これ熱いでしょ、あ、そうですね第1話的なやつぼやっとしてね、コメントがぼやっと、あ、そうですね、あ、そうですね、ドラえもんちゃんとしよう、ちゃんとちゃんとしよう、ちゃんとしよう、ドラえもんちゃんとしよう、ちゃんとぼやっとしてる、ドラえもんのコメントがぼやっと、デカカップイン、これはいるね、多分ね、これはいったでしょ、大石さん、大石さん、これ刑事だ、刑事、そうそう、大石さん、刑事、クラウド、え、クラウド、さあ、コモン、どうなの、あ、当たった当たった当たった、レインボー、レインボー、射撃回避、これでビタ押しチャンス来るんじゃないの、あれ、よかった、富武、あと1回、お、50%、こっちもあと1回リプレイ引いたら、はい、スミちゃんも 50%、 えい、うん、あー、もう引いたね、それね、 50% だったらいけるでしょ、うん、あれ、何これ、いやー、怖いっすよ、あ、赤なな、赤なな、はい、あ、そう、パン、はい、パン、パン、あれなんか弱そうな、スミちゃんは 50% 外れるよ羽生、羽生って鳴くから羽生、それ羽生、羽生、圧力真似してた、真似、真似してないですよ、あ、そうだ、今来たよ、今リプレイだ、はい、ちょっと待ってくださいね、圧力以外の皆さん、こんばんは、こんばんは、圧力の隣にいる人は誰ですか、おやし、おやしろ様です、三撃回敵と思いとかです、ダホーマー、ダホーマー、これ来たやつか、あ、これじゃないですか、これを山ちゃん行こう、でもまだ1回目だよ、難しいの行ってみよう、うん、これで左上段ビタね、うん、パン、あ、なんだ今ジャックインしてんじゃないですか、普通になんか変なフェアだって大丈夫か、アズピンボーガー見て OK ですか、おかしいな、おかしいよ、池澤店長が、あ、ちょっといや早くなっちゃったな、どこをしてんだって怒ってる、どこで怒られてる、どこをしてんだって怒られてる、池田店長が学習希望なのでその辺でなんとかなんか折り合いつけてもらえませんかねあーそう、あずけさんは解説者みたいですね、そうですね、うん、はい、羽生は羽生って鳴くから圧力真似して、羽生、圧力以外の皆さんこんばんは、圧力の隣にいる人はどなたで、あずけんです、三撃回避、あ、羽生柄、羽柄か、羽柄、ね、スローやらないのに、戸塚だから見てるんだよと、ありがとうございます、ありがとうございます、パチンコやった方がいいんじゃない、パチンコ、大石さんイコール波平、あずけん巻き場を似てきたな、通報成功、ビッグボーナス確定、大人見拝見だわ、タンパと、金庫開けた時に魔法のステッキだったら変身、細工だったら神社、なるほどね、あ、なるほどね、敵ともいいとこだな、預けんわらわら、今日は圧力も見倒したいんですよ、あ、やりますよ、打線保険外しでミスっていくスタイル、何やってんだ、どっちも毎週やってほしいなと、あ、月曜日もね、あーねー、木曜日もね、今日の、山田関はいかがでしたか、山ちゃんはね、もう相変わらずですね、相変わらずもうずっと一緒にいましたけどね、相撲の結果はどうでした、相撲、あ、なんか外れた、これやめようよ、超キラキラゾーンってやってるよ、これなんかいいんじゃないの、これいいんじゃないの、ちょっと待って、超キラキラゾーンね、これあれだよ、1ゲーム連だよ1ゲーム連、なんかジャックパンクとかするとそういうのありますよね、揃えば1次連、うん、
ですね。まあ揃っちゃいそうだけどね。さあどうかな。あ、そうか、揃わない、揃って AT 揃わないよ。プルットがなるんじゃないのこれ。あーダメー。はい、アズケン確かに上手っぽいな。新宿スワンの漫画今読んでるけど面白い。アズケン、あーそう、新宿スワン、新宿スワンね、うん、戸塚と平塚が隔週とか、木下も頭沸いてるよね。ダメダメちょっとダメそれそれダメ、やめて。300枚割った時のためにデスソース用意しておいてね。あずけ他の曜日も出てほしいよ。これリプレイばっかだよ。なるべく出ます、はい、頑張って、あ、チャンスゾーン。あずけも平塚もう行こう。平塚行きますよ。はい、スロー打ったことないからどうでもよかったけど、預けいるから見るわ。どうでもいいです。ケロット見るね。あ、ケロットね、後ろにありますからね。かわいい、かわいい、ケロットかよ。かわいいね。山ちゃんはパッチでもスローでもテンション高いね、落ち着けと。山ちゃんはねテンション高い、昔から、ずっと、まあ、横須賀で一緒に働いてたんですけども、はい、その時からもずーっとあれ変わらない、ずーっと同じテンション、ずーっと同じテンション、何にも変わらない、はい、そして人の話聞かないもうね、これやばいやばいじゃん。もう全然聞いてないでしょ、これ。またジャック来ちゃったよ。ジャック、はい、ちょっと圧力さん一回やってみてよ、はい、あ、いいですよ。じゃあちょっと待ってください、マイクを。あちゃんは大丈夫だよ。これあちゃん外すかもしれないからね。いやいやいや、ちゃんとできる、できる、できる。見たもん。いやでもできないがあったらおかしいよね。できる、できる。だってライターだもん。できる、俺見たもん、見たもん。うまいんだよ意外と。これみ、うん、冗談じゃない、冗談、これ冗談、右、右手が利き手なんですよね。一緒に打ちに行ったけどね、うまい。おお、すごいすごいすごい。あれ完全ドヤ顔しましたけどね。もうね、ドヤ顔してた。もうね、めちゃくちゃドヤ顔してた。すごいすごいすごい。あ、カメラ切れちゃった。よしよしよし。あれ、カメラ切れちゃったよ、ほら。ドヤ顔。あー、ごめんなさいね。はい、カメラ切れちゃったわ。ドヤ、あ、大丈夫です、大丈夫です。はい。ドヤ顔が。全然ドヤ顔してた。まあまあ、一発目はね。一発目は普通にやらないとね。ちょっとじゃあ、ドヤ顔してたよ、真剣にやろう。あれ？あ、山ちゃん？山ちゃん？ダセーだよ、これ。山ちゃん、わざと入れたんでしょ、それ。そうだ、まだ2回。お前、お前、お前、あれやばい、あ、リールロックっすね。すごいテンションだね、山ちゃんね、相変わらず。山ちゃんはね、相変わらず。ドヤ顔すんな。あ、それカメラに向かってやって。気持ちいい、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。預けの言うことは 120% 嘘です。ほぼ嘘です。さあ、来たよ。バーン。揃えて。バーン。東京マギカが決定。山ちゃん出せ。東京マギカの対決。あ、D も出せなしてたよね、あちゃんね。そうですね。誰かコーラあげて。さすが徳さんだ、金で働く男、汚い。どういうことだ。新しいエリマネはニコ生、今一つ好きじゃないんですか。そんなことないですよ、今全部で出ますよ。新しいエリマネも全部で出ますから。全部出る。東京マギカの対決が確定なだけ。あ、なるほどね。ほら、4連じゃ。はい。アズケンはもう毎週出ちゃいない。もう出ちゃってます。はい、ダメ、もう出ちゃって、毎週出ちゃいなよ。そういうことダメだ、毎日出ちゃって。はい、それ、はい、はい、別途してよ。でかい羽から、おー、70%。あれ、今の違うの。何が。いや、当たったと思ってます。あー、なるほどね。逆当たらないよ。アトクライターとライターとしての窓まぎのパクリの日暮らしの意見。あれ、いやいやいや、いいと思いますよ。大泉さん頑張って作りましたからね、うん、はい、これそうですね、窓がまぎかみたいだね。あ、まあ感じ的にはね。それ絵だけだろ、ぼやっとしたさ。山下の得意な適当な感じ。そうね。あれ、さて、適当な感じ、適当な感じ。なんか最近 70% とか出てたんですけど、これ、うん、どうなの。セミチル外れだよ。いやいや、大丈夫だって。いや、大丈夫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 。弱そうじゃん、まあ、すぐ弱いんですけど。大丈夫大丈夫、めっちゃ弱いんですけど。またダホマ出ます。大丈夫だって。またダホマっすよ。サクサクやる、サクサク。大丈夫だから。まあ出そう。ほら、マハタダホマ。何、またダホマ出ますよ、ダホマ。大丈夫、当たったんじゃないの。外れましたよ。はい、おいドラえもん、20世紀帰れ。おいドラえもん、おいドラえもん、20世紀帰れ。何やってんだよ。20世紀帰れ。ドラえもん。いや、21世紀、もう21世紀ですよ、ね、俺さっきだってリプレイ1回で当たったもん、ハードル上げね。逆押しで揃っても勝負球のストックだよ、50% で負けるよ。あ、そうなの、うん、弱中はベルナビ管理だからリップでゲーム中伸びるのは一向に歓迎やで。あ、なるほどね、うん、そういうことなんですね。今作、ビタクッソ簡単だからどやるほどでもない。あ、クッソ簡単。あ、そうなんだ、めっちゃ簡単だねこれ、うん、いや全然できてない。全然一回もできてない。山ちゃんも外してるんです。
そうそう、わざとね、まだ、うん、まだにあと1回ジャックあるからさ、まあまあまあそうだね、そう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 、かわいいっしょ、こっからが本番ですよ、70% の上に 90% あるから外れるよ普通に、なるほどね、そうなんだ、うん、新しいエリマネは国語の教師みたいなんですか、まあ国語の教師、国語の教師でも数学理数系ですね、ああ、はい、頭の中はね、頭がいい感じですよ ね、残り18ゲームもあるよ、はい、うん、全然話聞いてないですけどね全くもってね、さすが山ちゃん、ね、あずけさんって何をしてる人なんですか、私あの、キコーナーにいます、あ、キコーナーのね、はい、いろいろジャックいろいろやってます、ジャックは来ないもん、ジャックが人の話聞かない、うん、全くね、相変わらず、うん、これ左から押した方がいいのかな、70何パーじゃないですか、75%です、はい、いやそんな、いやいや、そんなことね、山ちゃんしない、ね、幸せそうな理科、はい、じゃあね、ちょっと本気出しちゃえ、本気出しちゃえ、本気出しちゃえ、もうね、ドゥッパン、いや山ちゃんダサすぎるよ、山ちゃんどんどんあの外していくたびどんどんフェードアウトしてて、どんどんこれさフェードアウトしてて、これ外れないね、見倒ししてもまあね、それができない方はこういう方はぜひね、左からね先に押していただけるとね、いや機械割りもアップしますんでね、これダメだね、外れないよ、あ、山ちゃん、皆さんの尊敬する会社の社長の名前はだって言わないで、それダメ、言わないでよ、それ、うん、それ言っちゃいけないの？あんまり、ね、皆さんの尊敬する、社長は誰ですか？社長は誰か？うん、私はあれですね何？いやもうなんかでも、いやいやいや、それはみんなビビってる、ね、みんなビビってる、みんな会社、すみません、会社はピラミッドなんで、そうですね、もう上の方、ね、はい、バババ、間に合った、ちょっと教えてください、はい、ちょっとあんまりあのね、今ギャグ言っちゃいけないなと思ったもん、あ、ダメだよ山ちゃん、さっきはありがとうございました、あ、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、何ありがとうございました、いやね、あったの、さっきあの来ていただいたお客さんがいたんですよ、わざわざで、ちょうどね、はい、圧力ライターの昔のやつもあったんで、旧バージョンもね、旧、はい、バージョンと新バージョン両方差し上げましたんで、あれ期限切れてるんで暴発しますよ、あれ、いや暴発しないですよ、火傷する暴発しないんでね、ぜひ、ね、使ってください、ありがとうございました、1回捨てても2回目があるっていうね、あ、勝手に戻ってきますから、お家まで勝手に危ないっすからね、本当捨てても戻ってきます、はい、じゃあちょっと2回ガスが臭い、臭くない、わかりますよ、これ1回、あ、赤い、何これ、カットイン、赤、赤、あ、来たんだよ、カットコ熱いですよ、うん、おい山ちゃん、おい、おい、東京マギカバトル、はい、あれスミちゃんは何、今何、ビタ押しようとしたの、ビタ押しようとしてダメだよそれあれドラえもんだな、うん、バッチャ、2パーやって、あ、もう一回行きます、もう一回行きます、預け2パーやって2パー2パーはもう下の方で、下の方でやりますもん、あれ下の方でね、嘘だよ、これね、セワシ君に虐待させる、はい、セワシ君虐待される、出せちゃる、これスミチェル3回目だよ、3回ですね、やばい、スミチェル、もうできないからさ、できないからさ危ない危ない、307枚、あ、危ない、300枚超えましたね、はい、危ない危ない、あれおかしいな、これでもなんか東京マドカーとか、親父の2パワー、可愛らしいですね、うん、そうだ、明日やるって言ってたよね、2パーやって、2パー、ありがとうございます、この前負けた圧力預けモッサン3人の配信また見たいです、あ、行きますか、ミネヤマ行きますか、ミネヤマ行きますか、ミネヤマ配信、圧力モッサン、懐かしいね、ケツキックして帰ってきますよね、ケツキックして帰ってきますよね、ドラえもん21世紀じゃない、72世紀激飽き態度1って何これ、やばい、1の方が逆に熱いんじゃない、ちょっと高野さんは最強、逆に熱い、逆に熱くない、トツカに気候なるはありますか、ないです、トツカに気候なるはないですね、はい、昨日めっちゃ2パーやるって言ってたやん、やりますよ、振ってください、3回したら終わりよ、早いよ、これ300割っただろ、300超えましたね、こんばんは、あ、今日変な人出てるこれやばいなダメなんじゃないのそれ、あ、これやばいパターン、うん、気候なの名誉会長的な感じですか、あずけんさんは、そうですね、負けあれ、継続だ、はい、ボーナスに響くのね、木下健一郎さん、こんばんは、混ざっちゃってるの、ダメ、高須キコーナの、血なんて読むの、復活血爆れ、ひょっとして預けんですか、あれ揃ってもなんもないの、うん、バトルになるだけ、うん、はい、うん、あれで勝てばボーナスみたいなね、うん、はい、要は山ちゃんが今頑張って声張っただけって感じだよね、そうですね、よかったよ、うん、
圧力は手取り20あるんですかね。20どころじゃないの、30じゃないですか、ね、その3倍あります。その10倍、3.5、3.56ぐらいあります、はい。番組説明に、ぶちます2機が、何、戸塚がスロットをそれよりもなぜ龍拳がいるんだ。あ、なるほどね、だいぶもう龍拳で通ってますけどね。アズ龍拳がね、アズ龍拳でね、ギリ超えたか300枚ね、2パー2パー、ちなみにボナ中の変な音が鳴って、うん、平行ベルが揃うときは中押しで、ビタ押しの練習ができたような気がした。なるほどね。あ、そうなんだ。あ、そうだそうだ、うん、できるって言ってたわ、うん。弱中ナビなしの時だねと。あ、ビタ練習、弱中の、ナビなしの時に練習ができるというね、うん、そこでやってくださいね。弱中のジャック中、あ、ジャック中のナビなしでビタの練習ができる、うん、はい。弱いよ、預けんクッパーやってダメだダメだろ、クッパーちょっとこっちでやってるからやめてやめてやめて、危ないよ、ほんとね、クッパーはね、ほんとね、ダメです、養生ネタなんでね、危ないよ、養生ネタ、ね、そういうこと言ったらダメだ、マギカ決戦は 50% の勝負玉だって、50% 外したの、うん、そう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 、僕も先に 70% 外しましたけど、うん、まあよく外れるよね、外れるよ、今日は吉井さんいないんです、今日はいないですね、はい。いつも木下木下ってたびたび出てくるけど気になります、これは放送禁止用語なのですかね。ダメです、そっとしといてください。ちょっとナイブな、そっとしといてて、ナイブな問題、ね、なんか逆になんか本当 NG ワードになっちゃってダメだよ本当に。こんばんは、あずけんとあのあずけん誰なのこのあずけん。今日ちょっとずらかぶってるんで分かんないかもしれない、ね、誰だ誰だ、そうそう、今日ちょっとずらかぶってる、ちょっとかぶっちゃってるね、誰だ今日ね、誰だ、もうしばらく出ないうちにね。そうですね、ふっさふさになってね、かぶってきちゃいました、白いやつしてきましたね、植えてきました、まあね、ボーナスまだね、山ちゃん1回だけしか行ってないんでね、スミちゃん頑張ってね、はい、はい、行ってくださいね、よかったよ、もうはい、ボーナスだけですもんね、結局は、うん、そうですね、そうですね、ズラブチョは OK です、なんか、え OK じゃない、OK じゃない、 OK じゃない、来た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 、赤文字レアやかな、来た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 、これでも確かフリースとかありましたよね、はい、なんか店員さんを呼ばないでくださいって言ってます。絶対呼びたくないですけどね、スミチェルはね、うん、ね、スミチェルは呼びたくないですね、呼びたくない、目押しできないですからね、あずけん奥さんと仲良くやってますか。うん、やってますよ。あ、本当ですか、うん、今日ね、今日なんかあのあずけんさんの高野さん奥さんの写真が出るっていう話だったんで、あ、本当ですか、ちょっと携帯ね、ごめん、ないないんだ、ないんだけど、ないんですか、ないの、山ちゃんの嫁は山ちゃんの嫁さ、ね、もう見えてもね、山ちゃんね、ないと言えないけどね、何なんですか、山ちゃん、僕がね、あの山ちゃんが主任で横須賀の時ね、ね、山ちゃんがさ、あの時まだあのエリアマネージャーっていうか、はい、あの鈴木店長だった時に、エリアマネだった時に、自分が主任でね、山ちゃんが副主任だったのかな、はい、そうそうですね、はい、そらさ、あずまさん、ちょっといいですか、あのニコニコしてる山ちゃんがね、いやちょっといいですか、真剣な顔で真剣なこと言ってきたから、どうしたのって、はい、あのアルバイトのこと付き合ってますみたいなこと言うからはって言ったら誰って言ったら、なるほど、その今の奥さんの名前言うから、嘘でしょって言ったら、いや鈴木店長に言ったら殺されますかね、間違いなく殺されるだろうって言って、なるほどね、ちょっとね、って言った、2人でなんか作戦会議してた、作戦会議してた、でも俺どうしたらいいですか、どうしたらいいって作戦言ってきた、ね、2人で言ってきたから、よっしゃ俺ちょっと鈴木店長にちょっと言ってくるわって言って、なるほど、同じ会社の中に好きな人ができちゃったみたいなね、そうそうそう、まだそうそうそう、まだね、そこまで結構まだ鈴木店長もまだガチガチの人だったから、ああちょっと厳しいね、店長だったから、トントントンって言って、失礼しますって事務所入ってたら、お、なんだって言うから、すいません、ちょっと非常に言いづらいんですけども、山田がですね、何々さんとお付き合いしたら、ピキッて切れた、うわーみたいなことやる、と思って、俺殺されると思ったんだけど、でもやっぱりそこはね、マネージャーさすがですね、あ、さすがにね、ちょっと山田呼んでこいっていう、あ、それでまあうまくいった、うまくいった、ね、それで今に至って結婚してね、もうお子さんもいらっしゃって幸せなね、家庭を築いたと、よかったよ、まあね、はい、できちゃった結婚ですけど、あ、なるほどね、できちゃった結婚、よかったよ、よかったよ、本当に、あ、なるほどね、安心だ、人安心だよ。預けんは部長か役員級なのですかと、全然違いますね、ただの清掃員ですよ、そうですね、清掃やってる人です、清掃員、今日は食の戸塚じゃないんですかと、いや今食が来ますよ、ね、うん、なんとあんちゃんがね、ええ、ちょっと今日は
仕事終わった後に料理はするよ、いいぞ、あちゃん、あちゃんなんと今日は料理が料理はするって言ってたから、いやー今日はじゃあ期待できますね。はい、山下宴会部長がどうしたのどっから出てくんだよ、もうダメだでもね、確かにあの横須賀の時一回出たからね。そうですね、一回出てもらってますから ね、ありがとうございます。出た出た。預けんは偉いの、エロいの、エロいエロい、エロいエロい。店員呼ぶなは、確定の第二停止フリーズ、その他は、65,536 分の1のレバーオンと第3停止フリーズがあると。ありがとうございます。あ、マジですか、すごいね、ありがとうございます。ズラの戸塚、ニパー、預けん奥さん可愛いんだろ、何、ね、奥さん可愛いんだろってね、それはもう純ちゃんから聞いてますよ、聞いてますよ、そこはそっとしとこう、めっちゃ綺麗だってね、それはそっとしとこう、ええ解散総選挙解散総選挙、今日奥さん見てないんですか。いや、わかんない、奥さん、奥さん見てますか、奥さん、奥さんコメントください奥さんコメントください、誰の嫁か表示しないで、高橋店長、山田店長、預けの奥さんの写真公開でいかがでしょうか。ダメだろ、全員ダメダメ、全員かい、ダメだ。先生、変身ゾーンで目押し失敗してリアクションもなしに流した人がいます。誰ですか。スミチェルです。ヤーマダいいね、ラーメン、おでん、おようやく鍋が出てくるか、期待2パー。そんなこと言ったら相模のじゅんちゃん、どうなるんですか。あちこちの女性店員に手を出してるのにね。あらら、あらら、もうね、コメント荒ぶりますからね、じゅんちゃん、ね、お腹が、生理がきませんみたいなね、コメントで言ってきますからね。じゅんちゃんはね、もうそれはもうね、下水、下水からね、ヘッキだから、ヘッキもんだよ。まあね、ぜひね、皆さん、じゅんちゃんが一番多分あの女性に対してはね、寛容な感じなんでね、女性にね、優しい感じで、そうそう、よく遊びに行ってくださいね、でも預けの奥さんは純ちゃんの元カノですまあ一度ね、一度そういうのが、ね、あって、後のみたいなね、純ちゃんは病気だから笑う病気もいいとこですよ、そういう病気なんです、そういう病気なんでね、症候群なんでしょう、症候群、本当に、ね、目あったら妊娠しますよ、皆さん気をつけてください。お、レア薬ですね、はい、スイカ、間違えた、スイカっぽいですねはい、これダメだね、久々にスロット打つともう目押しができない、ね、あ、まあ本当にね、あの戸塚ニアでスロットやるのも久しぶりですからね。久しぶりですね。うん。まあ普段はね、スロットも打つんでしょうけども。もうね。うん。もう握る側ですか。ですか。握る側？何？何を？山ちゃん、何？握る側？握る側？握る側って何ですか？やめて。トツカはそういう放送じゃないから。トツカはそういう放送じゃないからやめてもらえる。なんか調子が狂うよね、うん。そういう放送じゃない。俺も暗くなった。え？暗くなったら大丈夫？純ちゃん出てこない？出てこない、危ない危ない危ない、暗くなったら純ちゃんカットするから、純ちゃんカットインが、純ちゃんカットイン電気消してピッと電気消してカットイン入るから。あ、預け久しぶりに見た。あ、どうも、ね、あ、久しぶりですね。どうもありがとうございます。広角なだけですよ、暗くなるのは。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。あ、じゃあここでリアルく引ければってことね。はい、純ちゃんの子供を授かりました、リサちゃんね。はい、いらっしゃい、どうも。二パー、前はエウレカだっけ、獣王だっけ。前は獣王じゃなかったか。前、いや、それは最初ですよ。あ、さ、獣王最初。その後に、うん、ハーデスと、うん、マクロスフロンティア、うん、やりましたね。そう、マクロスフロンティア確か中段チェリー引いたんですよ。ああ、そうですね。ありましたね。で、どうなった？ね、で、どうなった？いや、あの時すごい良かった。2000万円あれは相模原がオープン前の時。そうそうそう。あ、いや、違う違う。相模原がニコ生を始めますよっていう告知。あ、告知の時にね。そうそうそう。俺それいる間ね、あれ高橋店長まだここにいた時だもんね。いや、またいた時ね、ここに一緒に遊びに来てた。誰が？高橋店長か。そう、東の店長。いや、だからエリマネがいて、エリマネとアンちゃんがハーデスって、あ、そうそうそう。僕と高橋店長でマクロス打ったんですよ。おお。預けん2パー、 2パーはダメだ、2パーはやらない、区の方は、区の方はやるけどね、区、の方はやっちゃダメだ、僕そういう専門じゃないんです、区の方はやっちゃダメ、区 の、ね、の方はうちの2パー担当は後で来るから、そうですね、後でいっぱいやってもらいましょう山ちゃんが恐ろしくかっこよかった時だ、ああ、かっこよかった時ね、ちょっとそれ痩せてたってことだよ、今山ちゃん痩せてきましたよ、だいぶ、あのね、僕今週ね、ちょっと胃腸炎になってね、はい、胃腸炎なんですか、ほんとほんと、全然3日間何も食べれなかったんだから、マジっすか、で、ようやく今日から食べれるようになって、あ、大丈夫になったよ、かったよかった、はい、まあそれがちょうどいいぐらいですかそう、みんなね、うん、もうちょっとお腹が食べれないんですよってさ、それぐらいがちょうどいいよって言われるぐらいがちょうどいい、
あずけんが戸塚を霜に染めていくスタイルですね。じゃああずけん、作動付きでクパやって。動作付きでクパ、こっち当てればクパ、そっち映んないから映んないね。あれ、マクロスですげえゲーム数載せてたよね。覚えてるんですね、見てるんですね。いや覚えてるんですね、うん、ありがたいですね。毎週見ていただいてね、皆さんありがとうございますね。ありがとうございます、本当に。胃腸炎マジできついよな。あれ、あ、なんもないのにチェリー、うん、きつかったっすか山ちゃん。お願いケイちゃん、きついきつい、お願いケイちゃんだよ。もうね、お腹がだってもうほんと30分に1回はトイレに駆け込む感じですよ。それはきついな。で、汚い話ね、全部ブシャーって。山ちゃん、戸塚はそういうとこじゃないからね。戸塚のスタイルはそうじゃないから、ふなしいみたいになってたけどね。ふなしいになっちゃうから、やめて、ね、全然やめて。今日分かったこと、圧力一番ダッセーけどイケメンだったわら。山ちゃん、放送で見るほど太ってなかった。ああ、ね、ダサくない。ありがとうございます。そんなことないですよ、太ってますよ。あんちゃんはそのまんまだった。確かにね、まあね、期待裏切らないあんちゃんね。そうですね、食ったらすぐ吐くよなって胃腸炎。いや、そうなんですよね、もうの飲むだけでもダメでしたもん、急性胃腸炎。いや、なんかね、お医者さん見に行ってもらったら、うん、これ原因が分かんないですねって言われたから、それ多分ね、嫁さんに毒盛られたわ、それ完全にね。保険金。怖いよ、やられたな、怖い怖い、やられたな、それちょっと危ない危ない、この番組は途中で飯食うんだっけ。そうですね、そうです、はい、大体ね、間ぐらいでお腹空いてくるから、ね、そうですね、はい。で、あんちゃんもしかしてつまみ食いしてんじゃないの。もうすでに食ってる。ありえるね。ありえるありえる。あんちゃんも久しぶりだな。そうですね、初めて戸塚で生あんちゃん見たとき思わずデカって言ってしまったと、ね。ちょっと待ってくださいね。でっけえからね、ほんとね、確かにね、はい、確かにでかい。いや、一回見に来てほいいですよ、皆さん。もうでかいから、本当に。ちょっとね、うん、本当、映像で見るよりもね、おかしいぐらいにおかしいからね。ねえ、おかしいぐらいにおかしい。森の熊さんみたいだもんね。ほんとすごい。でかいから。だってシャツピチピチだからね、もうね。ボタンはじけてる。笑ったらはじけるんじゃないかって。まあ、昔確か弾けたことあってる気がしますよ。弾けた。そう。まあ、あれ、あんちゃんボタンないよみたいな。ね。そういうのよくあるわ、それ。じゃあ、ベルト壊れたんだよ、確かに。ベルト爆発したんだよ、あれ。ベルト爆発？ベルトバーンって爆発したの、笑いながら。なかなかないでしょ。確か、ベルト爆発したものが出ました。笑いました、ほんと。おー、なんか夜になった。あ、ちょっと待ってくださいね。これ…え、あ、じゃあ、もう最後伝ですね。いきなりもう入ったよな、もう。画面消えたって。はい、すいません。おー、レインボー。ちょっと待って、カメラをね、じゃあ、何これ。もう山ちゃんがさ、声出すからさ、カメラが追いついてないんだよ。追いついてないんですよ、山ちゃんの声でね。ちょっと、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。一発確定でしたよ。一発でレインボー。うん、もうドラえもんの画像はなしでいきます。山ちゃんね、はい、夜背景は暑い、あんちゃんのお腹触りに行こう、行こう。山ちゃん興奮しすぎる。冷静、非常に冷静です。非常に冷静ですね。非常に冷静です。はい。はい、いやー、あんちゃんいいね、はい、いいね。あんちゃんもふりに行きたいだ。ほら、赤七。はい。あんちゃん、あんちゃんもふるの、はい？ダメだよ、もふったら。これね。スミチェルが全くボーナス引けないけんね。はい、ああ、そうですね。とりあえず今、はい、300ビッグボーナス。はい、おめでとうございます。これちなみに一応ね、また一応出玉対決だもんね。ああ、そうですね、はい。あ、来ましたか。なんだこれ。山ちゃんちょっとね、遅いですね。ちょっと遅いんだわ。半コマ上ぐらいです。1.5 コマ上です。ちょっと遅いんだわ、山ちゃん。ちょっとね、全然脂肪が多いからさ、反応するまでに。なるほどね。ちょっとじゃあね、はい、次回、この間に波なしが来たら、はい、練習できるってことね。あ、そうですね、波なしだと中押しで練習できるってことですね。なるほど、はい、どこまでいるのかな。あんちゃん、いつでもちょっと湿ってるんだ。これは面白いですよ、さすがですね。あんちゃんもふりに行きたいなと。あんちゃんはいつでもちょっと湿ってるんだぞ、うん、いっそ天井まで行ってしまえ、スミチェル。チャンス、あ、超キラキラ。お、すごい。クパ、2パクパ。アトラクさん、はい、
圧力さん、ちょっと読み間違いようかな。何これ、ごめんなさい、全然外れないよ。あんちゃんと夜中にラーメン巡り旅行行きたいと。ああ行きましょう行きましょう、みんなでね。2パックパ、すいません、今日の脱線ポイントはどこですか。まあ、山ちゃんの見倒しできないところですね、はい、山ちゃんちょっとそろそろやってみようか、うん、あ今やるよ、そろそろ本気で見倒しようか、ほらこれ超キラキラ全然揃わないじゃん。揃う揃う、あーこれ来た来た、これね、これチャンス、はい、チャンス、練習、はい、ちょっと遅いですね。ちょっと遅いね。冗談ピタだとちょっと遅いね。冗談だもんね。冗談の枠上ぐらい、枠上の半コマ上です。結構今更言うんだけど、ああ冗談ですねとか。それが冗談だけど。これが冗談だ。冗談超キラキラ30パーらしい。あ、超キラキラは30パーらしいですよ。30パーなの？とりあえずまたビタ来たんでとりあえずやってみましょうか。はい。早いのか、俺早いのか、あスミチェルごめん、あもう画像ないんだよ、やばい、画像ないから心配しないで、やばいやばい、これ全然できないよ、了解です、なんかあの珍しくなった、あ来た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 、あちょっと待ってください、ちょっと待って、見方だね、見方、見方、はい、見方をね、上ちょっとちょっと上から見た方が安いから、ごたくはいいんでさっさと打ってください、ちゃんと止めてみてください、ようやく1回できたからね、ちょっと自慢したい、本番に弱い山ちゃん、あ違う。あれあれやってよ、ああチャンス名だ、はい、やってみようか、あちょっと待ってちょっと待って、俺がテンパってきた、うわなんか、まあ、あこれ逆ハサミすればテンパったら確定じゃないの、はい、多分番長とかと似たようなライブっぽいですね、これで寄せればいいかな、狙うのです、圧力うにゅーってやってたって、あ、ウニュー、ちょっと待ってくださいね、今カメラ位置調節します、何ウニューってそんな脱がなきゃダメなの、そんなことないんですけど、まあ、違うね、はい、クパークパー、ウニューっていうのは顔をこっちにウニューってやるやつですね、はい、中押しで一角もあるよ、なるほどね、中押し一角、はい、ポン、あなるほどね、そういうことですね、お米、山ちゃん気持ち早めに押した方がいいよ、なるほど、あ、やばい、今練習できたのよ、はい、あんちゃん、あんちゃんが、今日出せる確率何パーですか、あんちゃんいないんですよ、あんちゃんもうすぐ来ますからね、あんちゃん今来ますよ、はい、なんかあんちゃんプロっぽいんですけど、いやいや、プロじゃないですよ、全然ね、誰クパーは、クパーは預けのね、持ちネタですかね、預けもウニューやって、ウニュー、クパー、何これ、できないな、全然、はい、難しいですか、全然できない、まあこれができればね、機械割り 4% アップですから、そうね、 4%?4% でかいっすね、 4% でかいです、ちょっと今のうちに練習しとかないとね、そうですね、あんちゃん今回しつつ、そうですね、今四股踏んで塩振ってますよね、いないのかよ、四股踏んでるから塩振ってます、スパーさあでも山ちゃんは1回今のところ成功してますからね、そうです、じゃあ今日食べるものはビタ押し1回成功するごとに、うん、マジで1個ずつ食べれるみたいなね、食べれる的なね、ちょっと待ってよ、上にしましょう かまずボーナス引かなきゃ食えないし、うん、それでなおかつビタ押しが成功しないと食えないみたいなね、やばいやばい、そういう感じでいきましょう、それチャンスゾーンでもいいんじゃないですか、変身とか最後でもいいんじゃないですか、山ちゃん何をしてるんだろうかな、君は何をしてるんだろうかな、あと1回あるから、あ、まあまあまあ、これは別にね、うん、入れてもいいやつだから、うんうん、ダメ、あっちゃん有利すぎる、いやいやいや、いいですよ、それぐらいでね、あれ、サトイのクッパーは違うでしょ、それ、トツカの放送で食べ物出てないのにお腹空いてくるよね、ああ、もう完全にあのパブロフの犬みたいになってますね、そうですね、トツカといえばね、そう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 、預けんとりあえず、持ち6とのマジ相撲やってみて、やるか、相撲やってやろうか、相撲やりますか、相撲配信、いや、ちゃんと相撲レスラーがうちにはいるんだから、ああ、いますね、あっちゃんいます、俺、あんちゃんとプロレスやりますよ、やりますよ、プロレス。ね、本当はあんちゃんとエリマネのプロレスごっこを見てみたいな、ね、見たいですけどね、もうやってやりますよ俺、シャイニングウィザード食らわせます一回ガーッて、あんちゃんと親分が好きだな、はい、できたできたできました、練習成功、人差し指でなのがいいな、人差し指で狙う、なんのあれそんなのあった、人差し指で狙いなんて、そうだ、人差し指で狙え狙えね、これできてきた、できてきた、できてきた、うまくなってきた、親指だったらダメな、小指はどうですか、小指小指あんちゃんの、毒針エルボーとかもう歓喜わらわら、あちゃぎ、あずけん、あんちゃんをいじめないで、
いじめますよ、あんちゃんは。あんちゃんはもう意外とあんちゃんファンいるんだから。あんちゃん大好物なんで私。あれなんか来ましたよ。なんか来ましたけど。おいこれ。なんかきらめきチャンスとか2分の1じゃん。今画像流れてないんで。画像流れてないんで。画像ない。言葉流れてない。流れてますよ。流れてますよ。ザマー。はい、流れてる画像、はい、はい、そんなもんだよ、はい、言葉だけでお楽しみください。やばい、こっからだよね、はい、またこれかよ。やばいよ、来たよこれ。山ちゃん、行ってみよう。これ人差し指やばいね、人差し指だ。やばい、おら、おい、また来んのかよこれ。興奮しすぎだな、山ちゃんな。なんか変なもん食った。おお、もう完璧じゃん。完璧だよこれ。めっちゃドヤってた今。ドヤがった。どんだけドヤがってたのよ。すごいドヤ顔してた。ほら、おお、3回連続成功。すごい、33パー。山ちゃん、ちょっとカメラに向かってドヤ顔してみたほうがいいんじゃない。やったね、やったね。やっちゃったね。やったね、それ。あ、なにこれ。でかい。あ、え、何も引いてないのに。うん。あ、これでってことだ。すごいな、山ちゃん、うん、一時にこのテンションだから、ね、いやすごいすごい、ね、うん、やっぱり元気だよ、元気、おお、落ち着け山ちゃん、その人の話を聞け。横須賀を見るときは駄菓子を用意して、戸塚を見るときはお稲荷さんを用意する私は調教調教されすぎていると思う。ああ、ありがたいですね。あれ、そうそうですね、お稲荷さんいい、稲荷出すかい。やめてください、やめてください。お、山ちゃん超うまくなってる。あるよ、完璧だわ。うん、そういう放送じゃないんでやめてください。これなんかやっぱさ、もう残り8ゲーム以下でしょ。山ちゃん、もうすごいコメントがね、おおとか、うんうん、もうちょっと動揺しちゃったよ。もうさ、静かにしてもらおう。そうですね。なになになに、あ、スロやってる時の山ちゃんイケメンだって。ああ、ありがとうございます。これ嫁さんですね、多分。いやいやいや、嫁さんじゃないです。ちょっと、じゃ あれですよ、横須賀に遊びに来てくれた人ですよ。おー、夫婦勢ね、久しぶりです。久しぶりです。覚えてますか、ね、私のこと。私のこと覚えてますか。覚えてくれてるんですよ。お尻大王です。どうも、お尻大王です。いいね、いいね、これ。お尻大王ってなんか久しぶりですわ。久しぶりです、まあ、世の常ですからね。世の常覚えてるよ。お、俺ね、嬉しい。俺ビタ完璧だから。完璧。今度あの小田原できるんでね、みんな来てくださいよ、はい、小田原ね、来てください。ああ、できました、できました、やっとできた。お、二人ともだんだん慣れてきた感じですね。そうですね、はい。山ちゃんのうるささはダセ。隣でボーナス引いてる。こんなに騒いでたらしばくわな。落ち着け。あっちゃんの横に高田社長いるよ、ジャパネット。誰が早いのか。ジャパネット高田でございます。誰だ誰だ。ふがし売ってますか。売ってないですよ。山ちゃん今日もツヤツヤしてツヤツヤしてるね。お肌が早い。あれ、ありがとうございます。今日もあれですか、マット部の活動あった感じですか。ちょっとね、ちょっとマット部活動はそうだったね、はい、行ってきたの。結局行ってんの。行ってないよ。まだ行ってないよ。まだ行ってないの。伊勢崎にどっさりあるよ、マット。あー、伊勢崎ね、たくさん見られますね。伊勢崎が できちゃったからさ、ちょっとあの、変にね、内部の人と会う可能性があるから。あー、確かにね。あー、可能性全然ありますね。いいじゃん、もう普通に。あー、どうも、お疲れ様です。あずけん、背中がすすけてるぜ。覚えてますよ、しっかり。あずけんのスーツ姿素敵。小田原の店長はカッパですか。ちゃう、あれ、オギー、うん、まだ言えないんだけどね。言っちゃってるから、うん、言ってるからもう。まだ言えないんだけどね。なんと皆さん、金曜日蒲田店の放送でね、多分ご存知だと思いますか。オギーがね、スネ夫と遊ばなくなったと思ったら、来てくださいよ、はい、もうオギーが店長なんでね、ぜひね、遊び来てくださいね。皆さん来た方がいい、絶対小田原来た方がいい、すごいから、すごいから、なんつったって。失敗。なぜ日本語が片言になってる、山ちゃんわらわら。あれ、なんだって、蒲田店からオクラホマ店に移動って聞いた瞬間分かったけどね。お、察しがいいですね。鋭いな、オギーかよ。いや、オギー覚醒してますから。お、だいぶ覚醒してますよね。すごいいい男になってます。頭金髪に染めてましたから。いや絶対ないでしょ、それ。だって自分でドラゴンボールみたいなって。金色の荻原って言ってましたから。俺足一本取るわっつって。すげえな、おいっつって。金色の荻原。金色の荻原。足一本取るわ、おいっつって。
あ、カム大使見てない。いやぜひね、小田原もそのうち生放送始まると思いますんでね、ぜひ見てください。ぜひお願いします。何がすごいの、預けん潰れた、304枚でございます。すごいから、はい、お、300枚以上取りましたね。小田原近いから楽しみ。おお、嬉しい。小田原遊びに来てください、ぜひね。来てくださいよ。遅いのか、うん、預けんもいますからね。やばいから、はい、さあ今回は50杯出るよ。はい、パンクの時間、敵弱そう、うん、いや強いよ。いや3番目じゃなかったですか。強い強い、うん、強い。星2、星2、てっぺーだろ、てっぺーだろ、てっぺー、てっぺー、てっぺーだろ、てっぺー、強いよ、てっぺー、強いの、てっぺー強いよ、はい、うん、タンハクからペッツって、なんだよ、強いから。そう考えると池澤店長1ヶ月早く、蒲田に来てたらいい勉強になっただろうになと。まあね、まあ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 、池澤店長もね、蒲田で今やってますからね、店長ね。そうね、またさっきと同じ敵じゃない。あ、こいつが出たら爪剥がしちゃう。爪の赤？爪剥がしちゃう？爪剥がしちゃう。爪の赤だし、煎じて飲ませるの、うん、これダメだよ。ダメ。あ、これ立つかどうかか。鉄平とタザムどっちが強いの？タデ。タザムに決まってんだろ。タザム。そんなもんタザムに決まってんでしょうが。うるさいよ、わら。これ松浦さんね。立ち上がれリカ。あれこれ、ないこれ。もう一個あるんだね。あずけんはもう店長やらないの？もうやらないです。もうやらない。やらない。戦勝員。ふざけんなよ、お前。あ、強いやつ。横須賀と小田原と平塚だったらどっちが近いかな。一番近いのは横須賀かな。になるかね。うん。で平塚、小田原の順番かな。うん、マンピー、あずけん一郎はここですか。いや、俺のせいだ。東健一郎は、ここですか。フルネームだ。フルネームやめろ。毎回これしか出ないけど。ダメ。強いね。それこれ誰だ。女の子、またあの爪剥がしゃ、爪剥がしゃ、違う、あのさ、女の子っつってんのに爪剥がしゃ。この子爪剥がさじゃまずいでしょ、うん、これね、これまあまあマギかじゃないの、ボタン連打。山ちゃん何も知らない。これさ 50% 3連続だけど、ここだけの話がマギかっつってましたよ。どういうことですか。まあマギか。お、お、なになになに、これひなみざわだ、ひなみざわ。リリスリリス、チャンス目、キラボシ、みんな知ってるよ。キラボス違う。東健一郎、わら。やめてくれ。やめてくれ。知ってますよ。やめてくれ。知ってるよ。おら、来た。おー、これ行ったんじゃない、多分。キラボス。キラボスって。キラボス違う。キラボスだって。キラボス違う。それスタードライバーじゃないの。ショー遅いなぁと。あ、ショー来るの遅いですね、今日ね。ショー遅いっすね。ショー君何してんだろう。ショー君ね。ショー君今多分食べ物に夢中ですね、今。割れろ。あれあれ、あ、ダメ。復活は羽生はない。ないの。毎回イコール魔法ティーブね。そうなんだ。カカカカカカモーン。あずけん面白すぎ、笑いが止まらんわ。笑ってないだろ、そんな。もうね、ほんとね、顔見ただけで笑っちゃいますからね、ほんとね。顔見ただけで笑っちゃう。失礼な話だろ。翔くんは、翔くんね、今準備中ですね。翔くん何やってんだろうね。うん、今何時ですか。今1時過ぎですね。はい、遅いんじゃないの。小田原開店の時、あんちゃんが外で豚汁配るの。もう石原くんなんだろ、これ。俺もやろうか。俺お年玉配るから。豚汁でも。豚汁入ってるの。あずけんもうるさいよ。あずけんスタドラとかよく知ってんな。だってこの前打ちましたもん。あ、打ったんですか、うん、全然面白かったんですけどね。全然面白かったんですけど、面白かったです、俺皆さんとご飯食べたい。ご飯食べたい。あ、ご飯ね、行きたいですね。ご飯食べたいですね。キラボチ、キラボチ、キラダメだっつって。キラボチ、今いキラボチ、キラハルをあずけん、ミーモダンスしてよ。ミーモ、ミーモ、あ、やってましたね、ミーモ、ミーモ、ね、バッチ打ってますか。打ってます。あ、打って、打って、あ、いや、打ってないです。嘘です、嘘です、嘘つきました。嘘つきました。打ちません。キコーナも、解散総選挙するって本当ですか。しますよ。やりますよ、ちゃんとね。はい、これからもう、役職の下克上が始まるんで。下克上が始まる。さあ、もうね、1時間経ちましたからね。あれ1時間でボーナス2回しかいけないの。ところでなんか隣のドラえもんなんか引いたかな。ね、あ、リプレイ引きましたね。あの大変身モード4回とサイクネモード3回っていう。これ天井あんの。天井999です。999行くとボーナス発動ですか。はい、はい、ただのボーナスです。1ゲーム連とかもあり。現在調査中です。もうここはさ、あんちゃんに頼んだ方がいいよ。もうね、
ダメだよ、うん、あんちゃーんって言ったら出てこねえから出てこない出てこない出てこないあれおかしいな、あんちゃーん出てこねえからみんなで預けの地位を狙うんですね、わかりますよ、狙わない預けの地位を狙う、清掃だから、預けに伊勢崎行ったらサインくれる、あと実印、実印はマジだ実印違う方のサインだね、あれなんか、なんかラブ、なんかラブって書いてますよね、ラブ、はいはい、ドラえもんは当たってから呼んでもらえるかな、そうですね、はい、全然もうさっきからさ、もうみんな見てた、そうさっきからね、うん、当たってないからね、うん、そうかわいそうだからさ、皆さん、さっきピラミッドって言ってたじゃん、わら下克上ってわらわらだね、もうね、会社はね、あ、割れた、ほら、行ったよこれ、お、行きましたね、大変身、大変身、大変身ゾーン、うん、あ、これ何、なんか、あ、キャラクターによっても違うんだね、これね、リパリパ、はい、うん、誰、いやもう、誰今、お、中か、さとこはチャンスアップですよ、誰今のニパニパって、はい、山ちゃん山ちゃん失敗したよ今、ちょっともうあんま見ないで見ないでって生放送中だからね、うん、あんちゃん寝ちゃったのかな、ベルを揃えないといけないよね、あんちゃん、はい、ベルが揃えばいいです、はい、あんちゃん寝たの、大変心臓はリカちゃんだと期待度 36% 何これちょっとね、さとこだと 62% はい、これで外したら僕言うたことないですよ、そっちさとこだ、大島、はい、さとこっすよこっち、本当だ、大島さとこ、大島さとこだ、大島じゃないです大島さとこって古くないですか、知らねえだろ誰もさ、だいぶ古い、ベールが来ない、ベールが来ない、うん、そしてビタ押し外す、ビタ押しクソだなってきてるよ本当にもうしっかりせえ2人とも何してんの、あ、チェリー引いたけど、はい、面白い、ニパニパは、うん、あんちゃんつまみ食いで満足しちゃって帰っちゃったかな、預けポケットからあんちゃん出してよポケットのサイズじゃないですよドラえもんドラえもんなんでね、うん、あ、すくみずだ、あー、いなくなっちゃった、誰、スクミズがダメなんだ、スクミズ来てた、ぬくみず来てた、ぬくみずじゃない、ぬくみずじゃない、ぬくみずどこだ、ぬくみず俺か、俺か、俺かなんで自分で言わなきゃなんだよめんどくせえな本当に、なんなんだこれ、俺かっていいね、めんどくせえな本当に、なんなんだこれ、誰も拾わ、誰も拾わねえからよ、自虐わらわら、うるせえな本当に、ついに身売りを始めました誰も拾わねえんだもんもう言いたいこと言ってバーッ言ってから俺一人なんか俺滑ったみたいな感じ、ね、小田原の場所って小田原駅からちょっと遠いよね、ちょっと遠い、送迎バス出しますか、遠い遠いです、バス、うん、バスどうなんだろう、まあ、大きなこと言えばいいですけど出せません、出せません、いやいやいや出せます、あ、出せます、大きいことは言えませんけど出せます、大きいことは言えませんけど出せますね、あまり詳しいこと言えないですけど出せます、詳しいことは言えないけれども、ね、言えないけども出せます、出せます、なんでね皆さん、はい、小田原大変身ゾーン、向かってくださいね、気候ない小田原店、うん、小田原扇町店、扇町店、扇町店、扇町、扇町店、うん、そうです、場所はあそこです、まあちょっと名前言っちゃうとあれなんですけど、まあ大手 の荷物配送する場所 あーそうですね、工場が、工場というかね、そのセンターがある裏手なんで、山ちゃん、これさ、山ちゃんこれダメだね、え、ビタ押しができないよ、いや、やろうちゃんとね、これやるかい、うん、やるかい、山ちゃん、任せて、東健一郎さん面白いですね、わらわら、預けは小田原行くときは車、車ナンバーは、なんでやなんでナンバー教えなきゃ何されるか分かんないよ、あれ駅以外でも、ルート回ってじいさんばあさん拾ってくるお迎えバスいいですよね、おじいちゃんおばあちゃんね、あ、ベル揃った、はい、うん、まあいろいろねその辺は考えてると思います、ね、その辺考えてます、ね、はい、これはちょっとダメかな山ちゃん、あ、来てほしいな、うん、バーンですよね、はい、じゃあ車種は何ですか、これも一緒だろもう、ぬくみずが迎えに行きますだったらぬくみず迎えに行ったら知らないから、知らないから、ね、うん、預け迎えに来てわらわら、さすがキコーナー儲かってまんなーと、いや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 そんなことないですよ、いや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 、自分運転、自分運転手なんで、あ、運転手もやっちゃうぐらいですね、自分運転手やりますよ、何でもやりますよ、何でもやりますから、何でもやりますよ、はい、パパンつって、うん、手取り60万ぐらいですかね、いや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 い
やい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 や、それそれアツロクさんだよ、いやいやいやね、ほんとね、もうアズケンさんクラスになったらもう1本ですよ、1本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 いとく1本ですよ、もうね火曜日は配信見るだけで家がもらえるのにな、火曜日ぬくみずはモッサンですか、横浜からバス出てますか、出てないですね、すいません、ね、あっちゃんは年収2億円なので2億円、あっちゃんはすごいもらってる、あっちゃんはもらってるよ、ここ来る時タクシーだけどもでちょっとね離れていくとお迎えの車ピーって指ピーって、そう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 止まるからね、そうですね、まあ今日は、ね、のこの人と思ってさ、うん100? うんみたいなね、目押し、しっかりしてください、目押しの時呼んでもらってもいいですよ、私のこと ね、 本当にね、もう毎回呼ぼう、毎回呼ぼう、ね、目押し押してもいいよ、俺はやるよ、目ぐらい、じゃあ、アズリュウケン呼ぼうか、そうそう、アズリュウケンやってくれますからね、目なんていくらでも押してやるよ、ほらアズリュウケンね、目押し大丈夫よ、できるよ1000万円視聴者プレゼントやってくれるんだよ、あっちゃんさすがですね、さすがですよ、1000万円もプレゼント、やろうよやろうよ、いやいやいや1000万円もプレゼントしたらですね、みんな人生狂っちゃうからね、本当に1000万じゃ狂わないでしょ、狂わないよ、狂わないですよ、億じゃないんだから、じゃあ仮に1000万円当たりました、うん、何買いますか、私、はい、それはもう視聴者にみんなプレゼントします、いやいやいや、絶対ないでしょ、絶対ないでしょ、絶対ないよ、絶対プレゼントはないでしょ、いやいや俺、いやでも一回やってみたいですよ、車でパーッつってこうやってお金をバラまく、バラまく、バーッつって五右衛門張りに、そうそうそう、やばいやばいやばい、それはあの俺後ろからとっととっと拾っちゃう、全部コピーしたやつですけどね全部コピーしたやつそして捕まるっていう捕まる、うん、山ちゃんは何したい、1000万当たりましたって言ったら、1000万あったらね、うん、やっぱ視聴者にプレゼント、いやいやいや、おかしいおかしい、スミちゃんは、スミちゃんは、僕ですか、1000万あったら株やりたいですね、何が株だよ、バカ野郎、何が株だよ、何がスミ、株でもつけとけよ、お前は、バカ野郎、株でもつけとけよ、もう、タルと壺買ってよ、バカ野郎、視聴者怒ってるよ、そんなこと言うか、みんな偽善者だ、スミちゃん以外ね、なんでこんな喪失感食らってんすか、僕、あずけもハゲではなく坊主ですよね、もう、いや、オチも一緒になってるそれ、坊主ではないだろ、あずけに頼むと 目を押されます、毎日聞こうない今日ありがとうございます、ありがとうございます、あずけストレイン増大でいいんじゃないの、1000万円もらったらね、まずいだろ私はポテチを買います、あいいね、美味しいもん ね、 あポテチをない1000万円分、いや1000万円分は買えないでしょ、さすがにね、いや本当にお金持ってる人はこんな感じなんです、あやっぱり本当にお金持ってる人は、ね、はい、現実なんですよ、1000万円の美味しいポテチみたいなのあるかもしれない、絶対ないでしょ、じゃがいもだよ山ちゃんもぶっ相当ぶっ飛んでんな、ここはやっぱりね1000円、2000円ぐらいじゃない、あってもね、2000円のポテチとかあったらでも一回食べてみたいな、あるんじゃないですか、2000円ぐらいだったらあるでしょ、ね、マジっすか、金粉ちりばめてるとかさ、あチョコレートコーティングとかね、金粉あんま美味しそうじゃないね、預けのボーナス120万円って社長が言ってたよ、いやもらえるわけないでしょ預けはおにぎりより面白い、当たり前ですよ、おにぎりおにぎりね、スミチェルいいいいよ、食の戸塚来た、あれ、いいよって何、食の隣にいるおじさんは誰だっけ、発見です、伊勢満山下と東に増毛だよ、ダメだっけ俺ならね、やばいやばいやばい、それは危ないよ、山ちゃん小田原できたら隣の大人のショップ行こうな、隣に大人のお店のがあるんですよね、あ、小田原の隣に、小田原のね、そう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 、あーなるほど、じゃあちょっとあの行った帰りにはやってますね、はい、博多の会社でちょっとお高めのポテチあるよ、じゃあ今度ね取り寄せてもいいかもしれないですね、そうですね、大人のショップも、うん、小田原は巻き場を専門店ですか、巻き場を違います、うん、中村下着は、預けの声聞いてると、市場のセリを思い出す、いる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 そういう人ね、帽子持ってくれやめだこれ、おにぎりは面白くないというより面白くないいやおにぎりはさ、いやいや一生懸命やってますからね、頑張ってるよ、うん、で あんちゃんどうしたの本当にあんちゃん何してるんですかね、あんちゃん食ってんじゃねえの本当に、ありますね、ちょっと東さん見てきてくださいあんちゃん見てないのこれ、見てないんじゃないですか、多分あんちゃんに電話かけようか、うん、また疑似連来た、あんちゃんに電話かけるわ、
疲労な、はい、お、いじってますね。もう一回赤、はい、おい、来た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 、アスケンマジいい意味でも悪い意味でもうるさいよ、ね、トントントン。あー、レインボー面白いですよ、やっぱね、うるさいです、はい、ちょっとあんちゃんに電話かけてみます。ここで、うん、ちょっと電話してみたらいいですね。ここで電話、何やってんだろう、あんちゃん、うん、何やってんだろう、多分 寝てんじゃないの。いや、食ってるよあんちゃん。いや、弱いよこれ、うん、食ってるよ。この日暮らしってエロいですか。エロい、エロい、うん、ちょっとね、ちょっと、うん、ちょっとね、ちょっとだけ生電話。あずけんフレームアウト、はい、今日は何食べるんですか。食べるまで内緒。そうですね、ダメだな。もうすぐ多分あんちゃんと一緒に登場すると思うんで ね、あずけんの声聞くと清原を思い出す。なんで清原、うん、清原か。ちょっと味見したら止まらなくなっちゃってテヘペロ。あー、あんちゃんね、今日ちゃんこ鍋だ、うん。実はポテチに発がん性物質が、見つかって、厚生労働省から改善命令が出てるんですよね。あー、なんかそんなこと書いたことないです。気候なで安倍不況を脱却しましょう、一面トップ記事。いや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 、あんちゃんいない事務所に。あ、本当ですか。じゃあ今食堂で準備中じゃないですか。今じゃあ焼いてんのかな、うん、自分焼けてたりして、あんちゃんなら帰りにつまみ食いして従業員出入り口に引っかかってたよ。当たりまくた、産業、あ、何、復活です。来ましたね。何が、うん、あんちゃん死んだの。生きてますよ、今日もいますよ。サイクデモードっすね。はい、はい、さあ来たー。これリプレイ揃えばいいやつ、リプレイ揃えばいいやつ、うん、パンパンパン。なかなか来ないね、これ。リプレイね、ほんと揃わないんすよ。4連リプしても外れたんですけど、これ、誰が、これやばいやつだよ、これやばいやつだよ、ハニューはやばいやつ、ハニューやばいやつ、うん、ほら諦めたらダメなのです。あちゃんの声は寝る前に聞くと、あれ、ボーナスじゃない。おお、おめでとうございます。寝る前に聞くと熟睡できるけど、あずけの声は寝る間際に聞くとビクって目が覚める。あー、いいじゃないですか。おい、ビクビクなんてビク使ってるんですか。おじさん、ちょっとあんちゃん探してきなよ。ちょっとね、あんちゃん大丈夫かな。ちょっと俺探してくるの。心配ですね、ちょっと、ね、心配だわ、ちょっと実は倒れてるとかね。こうやってやれだ、うん、これね、日暮らしボーナスは揃えなくちゃいけないんだ。あ、誰だ、何、ね、誰がその日暮らしだって。俺呼んでない、呼んでない、呼んでない、呼んでない。その日暮らしって俺のことか。誰だ呼んだのは。なんちゃんどこだろう。よし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 、倒れてたりしないよね。ね、ちょっと心配ね。ねえ、あずけんマジ下町の おっさんやな。いや、単なるほんとおっさんですよ、うん、本当に。山ちゃんうるせえわらわら羽生。あずけんの声聞くと髪抜ける。連鎖反応ですか。山ちゃんしっかり決めてね、見倒し。なんかね、できなくなった。ああ、ちょっとうまくできなくなった。誰かまた練習しないとね、うん。あけぼのみたいに前から倒れてきたらやばいぞ。やばいっすよ、やばいっすね。スミチェル、まだボーナスいけないの。はい、うん、今のところとりあえず800ぐらいハマってますね。 800? 800、やばいね。練習だとできるんだね。あ、でもね、やっぱちょっと早めに押す感じだね。あー、そうですね。預けの社会の窓開いてたぞ。あれ、これあれじゃないですか。白七の下の、はい、スイカ、うん、を中段に狙う感じとかの方がいいんじゃないですか。あー、なるほどね、うん、スイカなんか見えないっすよ。ねえ、見えるよ。あんちゃんの体型なら心臓系の疾患が怖いからね。あー、と、うん、なるほど、それちょっといいかもしんない。その方がなんか白だとちょっと見づらいという方はね、うん、緑とか結構見やすいからね。ほら、あー、簡単簡単。あんちゃんの買い出しって俺たちのフルマラソンくらい過酷じゃないですか。あれ、スミチェル空気になってないか。元から空気ですよ。いやー、スミチェルちゃんと引いて。あ、もう完璧になったね。いや、チャンスゾーン引いてる、チャンスゾーン引いてる、うん、一応映ってるからね。ああ、はい、すいません。やっぱ白を狙うとちょっと難しい。そうそう、だからそういう自分の押しやすい押し方をですね、まず考えるところからね、こういうビタ押し系は。そうですね、チャレンジした方がいいですね。はい。あんちゃんは今のままで OK よーとホワホワしている。うん、あ、はい、どうですか。私はピンクを押したいですね。ピンクを押したい、何を言ってるんですか。ピンクのふっくらした部分を押したいです。下ネタじゃないですか。いきなりぶっこんできてるんじゃないですか。
あんちゃんね、今ね、回しが外れたからってちょっと退場って言われてた回しが外れてて丸見えだったそれはまずいですね。もうちょっとしたら今来るって、だせーやだこの時短、うん、チョロレチョチョパレロ、って、歌知ってる人いる？ちょっと東さんじゃあこれちょっと打ってよ。誰が、あ、目押し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 、こんなできるに決まってんじゃないの、うん、みんな4号機打ってなかったのかなぁと。僕5号機貼る、ね、僕ね5号機から4号機は打ってたんだけどね、うん、あの頃はね、ニューパルとかも打ってたんだよ。ニューパルのだって、ね、外しとかやってたんだけどね。やってましたね。ニューパルは2コマとかですからね、はい、まあ、花火も2コマだし。何ほんとそうですよ、うん、没落の方じゃなくて、グランゾートのエンディング。何グランゾートってこれじゃない、チョロレチュチュパレロってやつじゃない。チュパレロ、うんうん、左スイカ滑った時、中下ナンバービタ押してください。え、何左スイカ滑った時、通常時じゃないかな、滑った時に中リールの下段にバーをビタ押し、うん、そんなやんの、うん、じゅんちゃんクラミジアってクラミジアになった場合ってどうすればいいんですか。病院、病院に行けばいいです病院に行ったらよろしい。あ、これさん来た来た来た、これ中右押して左上段、中右押して、何中右押して、中右押して中中、うん、右押して右、左の上段、上段に白、何狙いは白、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 こんなもん簡単じゃないですか。簡単ですよ、簡単ですよ、いやいや、お願いします。簡単ですよ。まずこうカメラを触る、いや、カメラを触る意味がよくわかんないそしたら富竹フラッシュが出てくる見てね白狙えばいいんだね、ここに、白はね、上段に白、ここに上段に、上段に白を止めれば、上段に白狙えばいい、白狙え、こんなできないのこんなできないの、うん、冗談にしろですね、冗談にしろ。あれ、あんちゃんいるかな、はい、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった、押してください、押してください、冗談にしろね、オカルト来た、オカルト来た、オカルト来た、来た、来た、だいたいさ、これあれじゃない、空回しすれ外れるとか違う違う違う、だいたいさ、こんなの押せないわけがないよ、わけがない、俺が押せないわけだ、白でしょ、白外れたらやばいなこれめっちゃ引っ張る、預け早くしろ、めっちゃ引っ張ってるよ、こいつ無理だな違う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 、待って、まだある、もう終わり、まだある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 、さあやってもらおうか、って全然ダメだったよ、できるに決まってる最低できるに決まってる、あ、これで練習できるんだっけ、そう、全然できます、預けいつかの配信で言ってたけど11月が誕生日なんだねって、なんで知ってんのおめでとうと、あ、今月だったんですか、そう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 、まだですか、もう終わった、もう終わったの、うん、じゃあ、そうだね、お祝いもらわないと、ね、これ、これ何、これ中右をして右上段で練習できる、あ、これ練習できる、練習できる、白でしょ、白、簡単だよ、こんなのめっちゃ見てる、めっちゃ見てる、全然違う、全然違う俺だってさ、シダだってさ、シダシダシダしに行った時さ、俺一回もできなかったもんでもね、モッサンがやってたよ、おいおい、モッサン、モッサンやってたの、モッサンうまかったよ、あ、モッサン上手、へぇ、え、なんでモッサン、あの、はい、この前のさ、ウミネコあんじゃん、はい、ウミゼロだかウミネコ、あ、ウミネコ、はい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 、見なくていいんだよ、大体見てるよ、めっちゃ見てるよ、ここからこれぐらいに合わせたらいいんだよあリップやん、え、リップレースリップなんだ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 、うるさいな、おい、あずけん頑張って、誕生日おめでとう、あ、ありがとうございます、あずけんうるさいもうそろそろやめようかな、もうやめようかな、山ちゃんの世代のアニメだよね、あ、あずけん動きがうるさい、そうなの、グランソード、あ、これは目押し、あ、これね、目押し必要必要、これどこ狙う、逆押しで、ないね、青いの、青いの、全然違う、全然違う、赤ならにはついてるから、赤ならが、ダメ、もうダメだ、目薬したら押せるよ、めちゃくちゃやねえか、なんだ目薬か、うん、そっか、右のフィギュアを押し込むんだちょっと待って、これやってるから何やってんの、あれ、先月梅毒だったわ、何何やめてよ、本当に、ちょっとやばいよ、うん、何、俺も、あ、俺場所決めたわ、もう分かったわ、分かった、分かった、完璧、分かったわ、さすがに分かった、さすがに分かった、そろそろね、うん、こんなもんできるよ、うん、いやだってもう山ちゃん何できたん、できた、できた、できた、できてなかっただろう、
これを狙うんだろこいつを。そうそうそう、それを冗談に狙えばいいだけだから、はい、あ、冗談か、冗談言えよ、すみちすみち言えよ。あ、あの、あずけあずけあずけ、俺たちはスミチだ。スミチが言えよ。絶対言わないよ。教えてもらえてなかったね。あれ？あのもう成功例見せてって言われてるから。そっかそっか。そうそうそう。ピラミジアの、彼女を持つ私分かるべき、どう分かれるべきですか。いやいやいや。いやダメですよ。ね、病院行けば治る話ですからね、病気はね。ピラミジアは決して悪い病気じゃありません。後期ないで選ばないで。ああ後期何？なんだこれ。チェリーを狙えばいいんじゃないですかね。後期はね。はい、左バーン狙い、バーン狙いで、うん、これだな、そうそう、その後、そうそう、レードこの後、またね、レードが来たな。あずけさん、300枚いかなかったらやばいから、300枚いかないとやばいです。レードが来たな、300枚いかないからやばいから、クラミジアの神様あずけん、でもあずけん悪い病気です。あ、お前、何何これ、ベルが揃いますね。あ、ほら怒ってるよ、相当。うん、あ、刑事格的キャラじゃなかったですか。何プレミアキャラじゃなかったですか、ここのケイチ。何これ、なんかレアかなんか成立してる、なんか引いたの、これケイちゃんっていう、ね、継続じゃないですか、うん、これは錦織ケイ、錦織ケイじゃない。ちょっとここだけラケット持ってる、はい、ここ確かラケット持ってる、はい、何狙うこれ、何スイカ、スイカ、はい、とりあえず串先の魔術ですね、なんやね、あー、あずけんこういうおっちゃんがよく大パンしてるわと話が通じてね。いいから押せよ。今戸塚の前通ったんだけど、食いでよーって言いながら東健志郎を探してる人がいたよ。気候の楽しそうだから働こうかな。でも土日は基本出勤でしょ。いやー、まあね、でもまあ土日はまあできたら出てもらいたいなって感じですね。健一郎さあ練習して、さあもうやばいやばいよ。これミスったら300枚多分いかないからね。何これさ、じゃ見えてない見えてない見えてない、左からお好きじゃないの、左からお好きじゃないの。え、大丈夫？大丈夫？あ、右押しちゃったね。うん、うん、あ、ちょ、冗談だよ。隠すな隠すな。隠すな隠すな。口先の魔術師東健一郎。ちょっと目疲れてきたな。ケイチがプレミアなのはマンカバトルかなと。あ、なるほどね。あ、なるほど。うざうち極めすぎしてるよ。ここだろ。そうそうそう。そこそこ。肘をつくな。もうちょっともういいや、ちょっと あんちゃん呼んでくるよ。はい、呼んできてください。ちょっと、はい、白七冗談ですよ、白七冗談。あんちゃん、ついてない、な、見方悪い。いやいや、か見方横から見たって一緒ですから。上から見たって一緒です。山ちゃん、山ちゃん、何さっきさ、見方あるって言ってたじゃん。見方ある、見方あるあるよね、ある。俺もわかる、わかる、わかる。じゃあ押しましょう。ちょっと上から見てばね、うん、ただの酔っ払い。にしても可愛い。にしても可愛いね、ま、マジ放送事故じゃねえか。にしても可愛い。リールを止めてくださいって出てるよ。うるさい。黙れ。あ、止まれ。で手拍子してあげて。わらわら。やってみよう。俺はできる。行きましょう。これさ、影がさ、預けを止めてください。影がさ、あるんだよ。あ、影がね。難しい。あっちゃんやってあげればいいんじゃない。あっちゃん助けてもらえば。全然あっちゃんだとダメ。そんなね。にしても可愛い。この二人は。この二人可愛いね。俺が止める。俺が止めてやるよ。止めて止めて。白だよ。白見えてる。白見えてる。白見えるわ。はい。全然できないじゃん、全然できないじゃん、本当にもう。はいよ、打つの遅くて腹立つ。ああ、もう早く打てって言われてますよ、本当に。すいません、あずけその打ち方は機関棒並みに生意気に見えてるぞ。あ、そう。あ、これなんか、チャンスですね。はい、出ないの、何もう、うん、これ、ま、もう終わりこれ、うん、もう終わり。おい、そんな調子で大丈夫か。もう1時半だよ。いや、まあね、目押しできなくてもね、大丈夫ですから。あ、はい、これ何、もう終わりこれ。え、もう終わり、もう終わりです。終わりなの。終わり。はぁ、あ、スミチェル、もうなんか1000ゲームもやってたんだけど、なんか引いたの。スミチェル大丈夫。はいはい、はい、終わりが、確か今日の閉店が200何本ハマってたんで、うん、あぁ、そうですね。これ練習できん、練習の。これぶっ壊れてるんじゃないのこれ。え、冗談。ただあと100ゲームぐらいで999いきますよ、僕。あ、本当？はい、疲れてるし、爆走の健一郎、預けの、ヒットポイントが残り少ないです。後ろで山ちゃんがアンちゃんを口説いている。預けを止めてください。おいおい、そんな調子で大丈夫か。預けから脱法ハーブの香りがしてきました。それはシャレにならないよ。
あんちゃんいるんですか。あ、あんちゃんいますね。はい、まあまあまあ、もう一回ぐらいボーナス引いてね、しっかり決めてもらえれば問題ないんでね。バシッとやるよ、はい、バシッとやるよ、これぐらい。バシッとやってください、バシッとね。何これ練習できんの。できますよ、ちゃんと。あ、この押し順が出てないときにね。あ、そう、はい。預けてアルバイトの人だ、人、誰ですかと。まあまあ同じですね、まあ、バイトバイト清掃員、清掃員、バイトバイト、はい、アルバイトですあれもう一回なぞ、なんか引いた、ちょっと熱そう。あれもう一回、もう2回、もう一回、東健一郎容疑者を確保。999って書いてんじゃん、うん、か、999、ちょっとスミチェルの画面にしましょうか。はい、預けん充電期間長いと暴走するから適度に放送出てね。あ、300いったわ。あ、300万いきましたね。よかったよ、はい、危ない危ない危ない、よかったよ。熱く手振って、わー。さあ、スミチェルどうかな。これ富武フラッシュって何なの。多分霊薬とか。あー、なるほどね、なんか激アツ系じゃないですか、うん、富武なんで。はい、富武って熱いんだよ。富武演出出ると熱い、うん、ね、スミチェル打って。はいはい、はい、最後でーす。はーい、なんで最後になったらベル揃い出すねん俺ちゃうから。天井は、天井はお社確定ですかねと。どうですか、スミテル。いや、わかんないです、なんせ初打ちで、しかも知識もほとんどないんで、わかんないです。飛びたけフラッシュは確定で白く光る、あ、確定で光るよ、ビッグなだけ。なるほどね。まあ、おや、そろそろ入るやっと来た、うん、お、スイカ、はい、山ちゃん、なになに、300万超えたよ余裕で、うん、超えたの。俺の富武フラッシュが出たからさ俺の富武フラッシュっつったらもう300万超えたよ簡単だよ。預け演出見る。あ、これ預けんじゃなくて、今ね、これあれだね、スミチェルの。あ、スミチェルの、そう、スミチェルの写してるからね。預けを止めてくださいって、後ろで山ちゃんがあんちゃんを口説いてるって。ジロー、ジロー、富武ジロー、うん、これでしょ。そうそう、富武ジロー、そうそう。アズケ、アズケンのヒットポイントが残り少ないです。アズケンの梅毒フラッシュあ、お、これプラッと抜けたら確定、うん、それね、うん、それ脱げればいい、脱げればいいよね。はい、アズケンの声だけどマジ雑音、だけだとマジ雑音。アズケンは面白い人ですか。めちゃめちゃ面白いです。めちゃ面白い、めちゃめちゃ面白いです。圧力の大ファンで、あ、ありがとうございます。300ポイントあげます。大丈夫これ。あの、アズケン充電期間長いと暴走するから、あの、適度に放送出てね、まあ、本当ね、適度にね、出てほしいですね、はい、もう1000超えてるよ、うん、ちょっとさ、いや、もともと200なんで240ぐらい終わってたんで、まあ800ぐらい。アズケンって18歳って、いや、18歳なわけがないよ。わけがない。中2です。富武フラッシュ。アズリュウケンとまで言われてるからね。喉がさ痛い、喉が痛い、久しぶりにさでもさ、朝寒くなったね、そろそろね。いやー、だいぶ寒くなりましたね、先週ぐらいから、はい、今年12月どうすんの、アツロ君。12月どうすんの、アツロ君、年末どうなす、どうすんの。あ、年末だから31日が横須賀店なんですよね。おうおう、どうするんですかね。水曜横須賀、はい、で、あの、じゅんちゃん単独放送でいいじゃん、一人で。じゅんちゃん単独放送、一人で、じゅんちゃん追いかけますか、何をやってるか。じゃあ、じゅんちゃんと一緒に、神社行ってくれるんじゃないの、31、うん、そしたら、うん、いや、いいですって、ええですからって言って、女の子連れてきたいからええですって、ええですって言うけども、ただ女の子遊びたいだけだからそれはで、元旦、あ、とか木曜日が今度変わるんですね、放送がね。そうそう、なるとね、そう、そうなっちゃいますね。もう預けん週に14回くらいで、出ちゃいなよ、うん、出ちゃいなよ、出ちゃいなよ、うん、もう一回。じゅんちゃんはパコパコバスツアー新年会の撮影で忙しいんじゃないですかね。うん、月末のじゅんちゃん本番放送って、うんうん、月末の農会でこの預けんが欲しい、でも普段の仕事はいらない。これでもさ、そろそろ店長じゃなくて主任方のさ、うん、会集まりやんなきゃダメだよ。あの、主任方だけの放送一回やろうかなと思ってんの。あ、それいいね、主任だけの放送、主任を集結させるってことか。そうそうそう、で店長方をディスるっていうね。あ、逆にね。そう、あ、逆にね、そこに預けは参加する。そこを参加するから。そしてもう頷くから。うん、預けん今日で好きになりました。あ、ありがとうございます。女の子のじゅんちゃん初詣で、じゅんちゃん詣か、じゅんちゃんの MM5 配信か、預けんの口調、うちの小児の息子と全く同じ口調と理論、論理、
じゅんちゃんは普段どこにいるんですか。じゅんちゃん L ですね。気候なる横須賀店、横須賀です、ね、はい、それやってよ。次の日仕事で行けないじゃん。鈴丸が不主人なんだな。怖い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 、はい、痛い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 。で、あんちゃんどうでした。あんちゃん、はい、あんちゃんね、あんちゃんね、ちょっとサボってた。あ、サボってた、うん、早いの、うん、でもね、いや、なんとかでももうちょっとで時間には間に合わせるって言ったから。はい、主任配信でおにぎりくん MC だと放送事故になるから。預けのポジションは羨ましいな。あそこ最近サボりすぎだよね。サボってないよ。預けて実はド M だろ。いや、もちろんじゃないですかね。自分違うよ、意外と S。 意外とスケもあるんだ。意外と、じゅんちゃんの年越し108発放送。もう分からない、うん、面白そうだね、うん、もう分からない。これ何、これスイカ。スイカですね。スイカ、スイカ、あ、スイカまで滑ったら下段にバービー出してほしいって言ってましたね、さっき。スイカ揃ったら下段にバービーだ、はい、うん。副主任の方が一座いるよ。あずけんは男だくならこの中で誰を選べますか。俺、うん、男、あんちゃんでしょ。やだ、包容力。包容力、うん、上から塗られたら終わるけど。やばいからね。、うん、ヌルヌルするから、はい、あんちゃんは。あれ、大阪の松浦と目押し対決、ちょっと、まあ、全然できないからね。こぼしたなと、うん、え、何、松浦さんっていうのはうまいんですか。目押し全然できない。あ、できないの。全然できない、本当に。あら、そうなの、うん。あ、俺も見た見た見た。そう、スイちゃんどうしたの。そう、コインがない。メダルコインを上にあったのにね。上にあるのに。いや、言ったらさ、言ったらくれるよ、ブラジル目押しの松浦、まあ、一周違うからね、目押しね。ジュエの金108発打つのと、ジュンちゃんが108人切りなら俺は迷わずジュンちゃんの生放送を選ぶぞ。いや、もうグロいですよ、多分。それはやばいよ、卑猥な。やばいよ、それは。ブラジルから最近韓国になった噂。ああの目押しのレベルが ね、ちょっと上手くなった。ちょっと近くなったんだね。ていうか、真後ろを狙うっていうのも結構難しいけど、ね、難しいですね。さあ、ようやくあんちゃんがね、到着してきたんで、ね、あんちゃんがね、なんかちょっとね、そろそろ出始めるところですね。そろそろ活動開始し始めましたから。ていうか、今からなんか焼き始めんの。何してんの。もうだいぶ時間だいぶ遅いよ。佳境になってからですね。あんちゃんがなんかフライパンと油持ってきた。、うん。スミチェル、何回転ですか。今でスミチェルさ、まだ1回も行ってないの、もしかして。はい、でも珍しいね、その天井まで行くのね。ニコ生で、ね、ある意味ちょっと見てみたいね。全然ニコニコ生放送じゃないね、これね。全然ニコニコじゃないね、全然ね。あんちゃん、ご飯まだですか。もうちょい待ってくださいね。いやね、2時間とつか。そうそう、これスロットを下手したら2時間のとつかになっちゃうよ、これ。本当に2時からじゃないと見せられないね。あんちゃんお腹すいた。あずけん、がニコニコ、うん、そうですね、はい、あずけんがニコニコ。飛びたけフラッシュ。ドラえもんみたいじゃないですか、ね、飛びたけフラッシュ。ギスギス生放送だね。おー、ちょっと緑の着てたよ、うん。あずけんとあっちゃん同時に2パーやって。2パー。2時に天井到達とか、それはそれで伝説にて。そうだね、アズケンフラッシュ、アズケンフラッシュ。ズラズラ放送、なんか当たりの。いやいや、ズラは一人だから。かとつかはかかってないですよ。アズケン汚い。もうさあ、もう、あんちゃんまだいないの。まだ全然いないですよ。あ、これ右下にちっちゃく一応あるか、あずけんのやつも映ってるのね。じゃあこっちがあずけんですね。で、こっち。ああ、そうなんだ。はい、あ、なるほどなるほど。あ、この人、うん、この人お金持ちでしょ。ねえ、お金持ちの人でしょ、この人。そうですね。ねえ、緑の人、はい、なんだっけ、なんだっけ。スミチェル、スミチェル、はい、スミチェル、一言言っていいか。はい。ドラえもんで滑ってスローで滑って、一体俺はスミチェルに何を期待すればいいのか教えてくれ。そうだよ、これ誰もがそう思うよ。誰が、誰もがそう思ってるよ、本当に。そう思っちゃうよ、本当に。あれ、あずけんさんの時計はどこのメーカーのものですかね。スミチェルです。そんなメーカーあったって初めて。あらららら、うん、あずけんは変わらず頭湧いてるな。まあ、うん、そりゃそうだよ、うんうん。夜中に笑っていられるって幸せだよね。そうです、幸せ、ね、本当に。これお金持ちの人でしょ。これお金持ちの人ですよね、うん、ここの、はい、ジニスさんのね、ジニスですね。本当かよ。よく知ってますね。知ってる、
はい、見たもん見たもん、うん、あそうなの、うん、三大なんか御三家みたいな中で、まず当てようか、うんうん、当てようかまずね、はい、当てようか、じゃ あ1台大丈夫、あんちゃんポチ、あんちゃんカメ、あんちゃんカメラにしようか、ああ1台、あそうですねそろそろちょっとカメラを、カメラをじゃあ変えて2台にして、ちょっと待ってくださいね、何本待たせるんだこれあれ行った天井じゃないですかこれで、いや天井まであと90ゲームぐらい、なあこれもうなんかおしゃれ、おしゃれだわほら、長い振りが軽く、ないこれ、ないこれ、これ天井じゃないの、それ見せようよ、天井じゃないですか、見せようよこれは、これは見せようよ、そうですね、プレミア的だもん、そうですね、いやこれ天井でしょ、ほら綺麗な絵だよ、そうですね、天井まで来たんだから、天井まで来てこの演出、何が、いや毎回これしか来ないですよ僕、贅沢だよ贅沢だよ、贅沢言ってんじゃないよ、初めてそれで当たるのが見えるわけじゃない、バカなこと言ってんじゃないよほらケイちゃんの彼女になりたい言ってみるもう住みているのは彼女になりたいなんてさそんなこと言ってくる既得な人いないよ本当に、まったく、いやほんまいないですよこれ、当たるときはどうなんのあれおばあちゃんが2パーってやりますよ、今あ、復活、あ復活した、うん、お前に決めた、お前に決めた、この子はなんていう子、この子がミヨンっていう、うん、まあ篠崎篠崎さん本当です、合ってる、本当に合ってる、篠崎ミヨン、はい、知ってるんだって言ってんの篠崎さんは知ってるの、いや、すいません篠崎さん、その崎です、最後まで、ばっちゃんだったな演出が、おばちゃんのクッパー、その崎だって、その崎、その崎です、月川は MC しないで、うん、うるせえ、その話、あずけん、肘をつくな預けると時計は竹屋のお下がりでしょそう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 、あー、スミチェルの時計は、その腹はでも立っちゃったからね、うん、これさ長かったよかったね、お腹空いてきたよね長かった長かったね、スミチェル長かったいや長かった ね、 ねスロットはね、こうやってね、天井がある分ね、引けるからいいよね、これでもさ、なんかあれ俺の時のボーナス確定と違うよ、ちょっと画面が、ああれでも赤なのなんだ、惜しい、いやーある意味いいもの見れたな天井ねもうこういうのは見てもらってことですよ、そうだね、赤背景は預けん確定、住みてる男だ、あそうなんだあれ預けんもそれ疑似さん言ってんじゃないの、うん、あ確定だわこれ、確定だわちょっと心なしか鳥が大きい、ね、ちょっと鳥が大きいね心なしかね、心なしか、心なしかね、パーッつったら、あのおばあちゃんがクパーってやってるやったあ、赤い赤いタイトルが、はい、山ちゃんそこね自分でやってて見たくないけどな、そこひろか、おにぎりとスミチェルの2人の放送枠作るからそっちで2人で頑張ってくれ、させんじゃないぞ殉職だからな、預けると、台の触り方が女を触るときと同じ扱いでしょ、荒すぎると、あ、ねえ女の子の扱いと同じだと、パチスロ台を打つときね、確かに、うん、あ、女の扱いで、おお、富武ブラッシュ、ちょっと待って、ちょっと待って、引くね、富武ブラッシュ光ってる、富武ブラッシュ、おお富武ブラッシュ、はい、だからさ、優しく扱えば、なんで、すぐ当たるのさ、優しく扱えばなんで今、まあ、すげえ、すげえ、富武ブラッシュ、この演出でダダジー出たらプレミアですか、出ません、マックスベッドで、出たら、連打で変わるかもしれないです、ああ、なるほど、ね、あのカットインの時ね、おお、赤菜じゃんよ、赤菜しか来ないわ、揃ってないよ、変な触り方するなスミチェルはなぜこれで当てられないのか、いや本当だよね、うん、伊勢崎店から関内駅に向かう途中に預けみたいな人いっぱいいるよね、富武俺のことだそれは、俺の富武フラッシュ預けはバイセクシャルだもんね、そう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 、いや俺はバイじゃない、バイじゃない、男はダメだよあ、もうちょっと奥さんに言われちゃうよ、来たね、それ来たね、ちょっとやろうか、見倒し、あ、もう早速だよ、何、いや隠さない、隠さないね、見えないよ、見えないよ、うんこれ今ブラジル並みだよ、ブラジル、赤7がいたよ、白でいらなきゃいけないのに何が
何が預けそのうち頭の血管切れそう、近くのホールでフェイスオブガローで、耳出なくて悲しくなった。ああそれ悲しい、悲しいね。あ何がちゃんとやろう、ちゃんと目押しね、スミチェルもね。はいはい、ハスケ民主党から選挙で、ね、出ないよって狙うとかそういうレベルじゃないなはい、あれビタできたの。はい、何回かやれてます。今で3回目ぐらい。これどこ狙えばいいんだっけ。赤7、赤7、赤7狙う。白だから白白だから白じゃ白じゃないの。白じゃないです。いや、どっちにしろはさ、いちいちうるせえんだよ、バカ野郎それ、当たるときは何をしても当たんねえよねえ、富武もう一つのキコーナーは画面フリーズしまくりだからこっちで、あ、いらっしゃいませ。どうも森口ですかね、うん。住民票移動してても、投票するわ。24日に伊勢崎で預けんと魚拓さんが絡んだら面白く、あ、来ますから22、社長24にね、魚拓伊勢崎さん、伊勢崎に、伊勢崎に来ますから来てくださいよ、はい。預けんも社長狙いなよ。日本が破滅潰れるよ、潰れるよ。預けんのために一発ギャグ考えたよ。手をグーにして体の前で、交差させてアズマークスって全力でやってみてうわー滑りそうだわ滑りそうだわちょっと、こんなお客さん嫌だ。薬物って壊れた店員で修理したりするんですか。まあ、まあ僕らでなんか直せるものであればね、直せるなら直します。まあメンテナンスですね、うん、はい、そうですね。でもまあ基本はもうちょっと部品交換ですね。そうですね、メーカーさんにお願いしますから、はい。これ何、これ赤くなってんの、おかしい。ベルこれ何、ビューってなったら何なのそう、ビューってなったら練習チャンスです。あ、そうですね。それ山ちゃん練習チャンスっていう名前なの。それ練習チャンス、練習チャンス、それ自分でつけてるだけじゃないの、もしかして練習チャンスとか。リカかわいいなって。リカってどの子。リカ、リカこの子です。これがリカです。あー、窓マギ的なやつ、うん、かわいいな。窓マギではないですけど、フルでリカ、フルでリカです。へえなんか油の匂いしてきたけど、油の匂いすごい、油の匂いが ね半端ないよ。そうですね黙々と、じゃあそうそうフレデリカまあ、なんかね、ジュージュー音が聞こえるもん、ボーナスが終わったらね、ちょっと。あ、東さん、これビタ押し成功したら、うん、そろそろ食の詳細ができるよ。あ、じゃあこれリプレイも入れて、一人順番に失敗したら次の人、次の人ってやってみますか。あ、なるほど。で、成功したら、来た来た来た、これ食べれる、これ。失敗したら食えない、失敗したら食えない、食えない何焼いてるのかな、あーちゃん。山ちゃん顔見たらなんだか幸せになれそうだ。キコーナーは生放送で、出来にするお客様の一例を実演してるんですね。髪の毛フラッシュ。あ、お客様ちょっとご迷惑なんで。この子アニメの中ではすんげえ不幸なのよねと。そうですね、そうです。リングの手って落ちるの早いけどいつか壊れそうだよね、うん。いやね、あのあれはよくできてるよ、リングの手は。でも、カタ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 、指まで今動きますからね、指まで。あ、おはぎ飛んできたぜ。おはぎ、おはぎ、いや、ハリマ、おはぎだ、ハリ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 、いやいや、よく見てみろ、おはぎだろうがこれおはぎだろうここにハリありますよ、ハリ、ここに5本も。まあいいけどなんか住みてるとかぶるとなんかやけどしそうな気がする。やけどする、やけどする、その辺にしときます、うん、その辺にしときます、うん、そうですね、うん。あれ、なんでもないのなんでもないようなことが幸せだと思ったんだ、うん、あら、あんちゃん、これ何やりますか、やろう、山ちゃんやろう、山ちゃんやりますか。じゃあね、俺も食いたいからね。山ちゃん押します、ね、ほい一発成功してよ、一発成功、よいしょ、はい、よい、山ちゃん、ダサいよ。もう一回、ちょっと練習終わった、やかない、あれ、こっちが来ちゃったよ、うん、あ、こっちは揃わない、うん、あれ、山ちゃん、預け、うちの90歳のじいちゃんと同じ頑固さだな。あれ、スミチュー、ダメじゃん。はい、ダメですよ、もう。いや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 、あれ、チャンスが来ないな、チャンス、チャンスが来ない、リプレイが来ない、来た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 、はい、
いきますよ。はい。山ちゃん頼みますよ。ダメだよ。ダメだよ。あつろくさんが一回やってみて。僕もちょっとやります、ね。あ、僕もチャンスきましたよ。練習チャンスきましたよ。何？練習チャンス。食べれないからね。めっちゃうまい。食べたの？はい。何やってんの？はい。ビタスやべ。これめっちゃうまい。あれめっちゃうまいじゃないよ。なんで成功した時に限ってこんなに見てくれないの？激うま。はい。早くスミちゃん回して回して。これ激うま。チェル回して回して。やばい。回して回して。激うま。山ちゃんが食ってるぞおい。おい食ってるぞおい山ちゃんこれ。何食ってる？うわ。何あれ、あつおくさん今失敗したよね。してないしてないしてない。あれしないしない。いや横で見てました、横で見てました。見てないよ俺。横で見てない、横で見てない。まさか。あつおくさん。これ2コマいけんのかなと思って。2コマ早く押したらどうなるのかな。あちゃん大丈夫。いやそれはもう今カメラずれてたから大丈夫。あ大丈夫大丈夫。うまいことやったよ、うまいことやっといたから大丈夫。あすげえ、うちの90歳のじいちゃんと同じ頑固さ。あれ山ちゃん。俺あすげえ外したやつか。ゼニガザの逮捕役物が好きだなぁと、うん、みんな何の役物が好きと、役物何が好きですか。役物ですか。スミチェルだんだん逆切れ状態になってきてないから。もう富武フラッシュとチェリキチが今年の流行語でいいから。預け少しくは大人になれよと。富武フラッシュな。やっぱスイカ狙いな感じだなぁと、うん。あ、預けないもぐもぐしてるなんてね、さっき食べてんですよ、いきなり。食ってないですよ。いきなり食べたの。食ってないよ。MC 不在。食ってない、食ってない。これ練習できるとこ？罰ゲーム決定。あれ？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 今ね、あつろくさん完全に失敗したね。今ね、今ね。完全に失敗したね。今そこにいるのはアツロクじゃないです。アツロクじゃないですよ。ただの酒飲みです。ただの酒飲み。気にしないでください。あ、スミチェルがねまず300万いかなかったからね。じゃあこれはちょっと真面目にやります。これ多分半コマ上なんだよね。アツロクさん今ねあの右側、あれ今ね本気でやりますって言ったやつ。違うあの半コマ上ですって言ってましたね今。ここに映ってるのはアツロクじゃないですよ。アツロクじゃないですね。マジで遅い。あれ本気でやりまーすわ。罰ゲームですね、圧力さん。ちょっと待ってください。あれ、あっちゃん。ちょっと待ってください。これ、ちょっと椅子、高さおかしいですね。千谷さん。この店の椅子の高さおかしいですね。このお店どこですか。この店どこですか。この店、ええ、あれじゃないかな。キコーナ平塚店じゃないかな。キコーナ平塚。これね、さあ来た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 、これ外さないともう入っちゃうからね。あ、分かりました、やります。冗談ですよね。冗談ですよ。冗談ですよね。僕分かってますから。僕分かってますから、平塚ならば仕方ないと、さああ、だめだ、圧力出せー、出せー。おかしい、おかしい、今遅かった、今遅かった。ダメね、これ大丈夫、大丈夫、入れちゃっていいよ、入れちゃっていい、入れちゃっていい。これ手選んだらどうなんですか。手、たまに見せようよ。たま、手行ってみましょうか。手をさ、見せようよ。一回。出せ、出せ、出せと来てる。違う。違う違う違う。自分何した今。自分何した今。もうだってね、これ圧力さんの姿まで映っちゃってるからね。ちょっとさ。冗談でしょ。あ、もうちょっと左、もうちょっと左。じゃそっちかい。あれ、あれ、何やってんの、あんちゃん。何食ってんだよ。何食ってんだよ。何食ってんだよ。今。カメラ見せないようにしたら食ってね。あんちゃんわら完全食ってたな今。でもね、大泉は目押しがしがたいっていうのがいるですからね。でも確かにちょっとねしづらい。あんちゃんっていうコメントが来てるよ。あんちゃんマイク、マイクマイクあんだっけ。あるある、そこにあります。あんちゃん、はい。おかしいな、あれ。これ圧力さん食えないね。え、圧力さん食えないよ。おかしいなあ。ネクタイのあんちゃんだって。放送事故。圧力フラッシュだよ本当に。圧力打ってる姿も素敵ね。スイカをスイカを圧力に火がついたな。ベルがここだから。アスケの奥さん可愛いんでしょ。全然わかんない。可愛い上にこのテンションに毎日毎晩付き合うなんて。再送、ん、再送天使以外のな、何それ。
何者でもないなと今日はスーツコスプレかって、うん、あんちゃんお待ちかね。確かにあんちゃんようやくやってきましたよ。っていうかもう1時54分だからね。ああ、いい時間ですね。圧力から笑顔が消えたいやいやいや、ちょっと待って、あんちゃんあんちゃん、罰ゲームは何すんのあっちゃん気持ち早めに押すべしっていや早めに押してんだけどさ、どこがちょうどいいのか全然つかめない。あっちゃん本気になってる。あれ、いや絶対押せてるのにな。あっちゃん、あっちゃん、圧力に脇汗が。あっちゃん、あんちゃん、あんちゃんのスイッチ入ってないわ。これあんちゃんどれ2番、あんちゃんのスイッチ入ってないわ。もうただの あんちゃんあんちゃんそこのボタンあ、はい、大丈夫、ただのコックみたいになってる。あって言って、あって言って、ただのコックみたいになってる。あんちゃん、あって言って聞こえてないのかな電源入ってないのかもしれないですね、あんちゃんの。じゃあ、それじゃあああ圧力に脇汗がってなってる。入った、圧力に脇汗がってなってるよ。あんちゃんお待ちかねって来たよ。こんばんは。あのですね、今 あんちゃんスーツコスプレですね今日は違うんです、ちょっと仕事が長引いてしまって圧力さんさっきできてたのにねと、圧力の脇汗がびしょりになってシャツがびしょびしょになってます完全に全然びしょじゃない。こんばんはあんちゃん。おい、メガネ曇ってるぞ。おい、メガネが曇ってるぞ。メガネ持ってきたぞ。あんちゃんの腹踊りいや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 腹踊り言われちゃったね。こんばんはと。もちろく罰ゲな。おかしいこの枚数。あれ200あれ僕より少ないじゃないですか。ちょっと待ってください。僕より少ないですよ今の。この枚数おかしい。じゃあね、あんちゃんお休み早いよ。圧力肘を台に固定して打たなきゃビタできない。ああなるほどね。それをやらなかったの。これはしばらくネタにされるぞってね。されるね。これはされるね。いやちょっと練習してきますお店ね。あれ今日はでも圧力さんはビタ押しの目に山ちゃん MC うまいねと。ありがとうございます。いえいえとんでもございません、うん、あれ あっちゃん無口になってきた。あいや確かにね。いや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 ここはねこの奇妙な映像はなんだ。この奇妙な映像はなんだ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 そんなこと言わないでください。あの奇妙な映像っていうのは出た年末の鍋特集に向けてのあんちゃん腹踊りちょっとチャンス。まずは今日はで下段にバービタ。下段にバービタ。あんちゃんじゃあね。あんちゃんそこあんま突っ込まないであげて。下段バービタでここまでぶっ飛ぶ。あんちゃんあんちゃんあっちゃん松浦さんがなんだって。ええ、あれ圧力が打ってると。打ってます。はい。あんちゃん走ってたと。走ってました。ちょっとあのね焼けすぎちゃう。これねあの年末の年末も。鍋特集あんちゃん、あんちゃん、はい、脱いどかないとってなんか さっきと部位が違そうですよ。あんちゃん走ってですね、はい、あんちゃん息切れって来てますから申し訳ないです。なんかさっきと部位が違うってよろしく。さっきと部位が違う、うん、なんか何それ。これはですね、あのアトロクさんの、はい、がなんか仙台の方に出張で行かれた後のお、はい、なんでお土産、僕と吉江さんからのお土産ですね。そうそう、はい、ちょうど先週ね、先週に、はい、もうちょっと上、もうちょっと上、先週ね、仙台行ってたんですよね。そう先週仙台に行ってて、はい、まあ、あの放送でね、私見てたんですけど、はい、牛タン10人前、牛タン10人前ってね、うん、言われたんで、じゃあしょうがないな、牛タン買ってこうかと思ったら、今日は牛タンをですね、うん、みんなで。これやばい？やばい、やばい、うまい、やばい、おいしいです。マグ、あんちゃんね、ただ食べに来ただけ。そんなことないですよ。焼き焼きに来ましたね。うん、あんちゃんのネクタイの生地が足りてないから短いって。申し訳ございません。牛タンか、牛タン食べたいね。牛タン、私は仙台でたくさん食べてきましたんでね。ああ、いいな。あんちゃんが幸せそうで私も幸せですありがとうございます。ありがとうございます。どこの牛タンって、これ仙台の牛タンですよ、はい、仙台の仙台のなんていうところ、タン中中なんだっけな、結構な有名な感じなんですよね。いやあの駅に売ってるやつですね。あ駅に売ってたんですか、はい、へえ。新中、新中、新中、
ちょっと甘い。でもなんか、丸ごと人中人中人中仙台焼きに売ってるらしいですね、はい、食べ応えありますよ、こんだけあれば。圧力、私にもお土産はよーと。いやいやいや、会えるんであればいいですけどね。こうやって見たら、ヤナちゃん痩せたね。いやね、痩せてるよ、うん、痩せたよ、痩せた痩せた。牛タンゲーム。やっぱ戸塚は毎週見たいよと。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろか。ほら、あんちゃん、あんちゃん後ろ、あんちゃん後ろ、あんちゃん後ろ。あんちゃん後ろ。今九州でやってますからね。あんちゃんね、はい、あん東ーいや、それ今九州でやってます。九州戸塚場所が始まりますよ。戸塚場所が、いやいや九州場所です、九州場所です。あ、こういったこういった。なんかあれだよ、俺は善次郎ってとこの牛タンが好きって書いてますよ。あー、善次郎、善次郎って有名なの。善次郎有名ですね。善次郎とか、あとは利休とか。利休有名だよね。あ、利休食べましたね。利休とか、うん、明日戸塚朝市行ったらいい匂いなんだろうな。あ、多分そうでございます。そうですね、ええ。ちょっとね、匂いだけはしっかり換気しときますから。いやいや、はい、ですね、これ。で、2時に何当てたんだろうって、はい、うん、なんかスミちゃんに何、化けかよ。化けっすよ。ついでに言うとね、中押し全部手にやったらなんか一気に5までいきました。スミちゃん安心して、ちゃんと見てるから。よかったね、よかったね、よかったね、よかったよかった。ちょっとじゃあ牛タンの方ちょっと見てみる。いやいやいや、美味しそうですね。やばいやばい、これうわ、これやばいね。え、こっちは何。食べてください、食べてください。炭酸系、炭酸系でコリコリして、うん、多分これで、あとは余熱でって感じ。誰も超えてこないな。誰も何も喋らない、うん、これやばい、これスミちゃんうるさいよ。さすがあんちゃん、牛タン屋も知っとるねと。あんちゃん何でもしてますからね。あ、ちょっと露出が暗い。やばいこれ。若干やばい、余熱であとやって、やってくれって。多分そろそろ大丈夫です。これぐらいで見えますか。はい、これでそろそろ多分大丈夫。はい。牛タンってこんな厚手なんですか。お腹すく。いや、だから牛タン厚いやつの方が買ってきたんですよ。厚いやつを。美味しいこれ。やばいでしょ。やばい。やばいよ。うん。お腹すく、皆さん牛タン食べてくださいぜひね。牛タンの量がでもすごいよ。だこれ30枚。30枚だいたい1人前、これの半分だからだいたい3枚ぐらいですよね。3枚か4枚ぐらいですよね。そんなもんなの。12枚買ってこいって言うからさ。12枚買ってきましたよ。これ食べ頃です、はい。多分これもおい、すみちゃん、さすがにね、牛タンでも負けてる。どういうことだよ。涙出てきたわ。いや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 、いただきます。もう、あ、うん、じゃあもう食べてください。ちょっとこれ1回拭いて新しくしてから。あちゃんとこから、私とね、私一人じゃね、ちょっと出し切れないんでね、吉江さんにも協力してもらいましてね、お土産買いました。ありがとうございます吉江さんね。はい、今日は日暮らし一画面でよかったな。そうですね、利休は東京でも食えるから、ね、そうなんですよね。利休はね、全国どこでも食えますから。はい、うめえか山ちゃん。うまいこれ、うまいうまい。これうまい。やばいこれ、やばい。もうな、つけてつけて、あ、つけてつけて、まあつけてつけて。え、預けない、うん、逃げようとしてるの。そう、逃げようとしてるからね、もう逃がさない。ダメだよ。逃がさない。ダメだよ。うん、ダメじゃない。ご飯欲しくなる。どう？ちょっとご飯欲しくなる。あ、ご飯は欲しくなる。うまいか？うまいうまい。うん、スミチェルも後でちゃんともらえないよ。あ、多分もらえないですね。はい、もらえるよ。大丈夫。ご飯だ。10人前あるから。じゃあ帰る。行きます。え？行きます。どこに？え？いやいや、帰るの？帰ります？いや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 、逃がさないよっていう、逃がさないコメントがいっぱい来るよね。お土産ラスクも有名って聞いたんだけど、ほんま？あ、これね、あんちゃんが言ってましたね。シベールという、仙台の、山形、山形のね、山形ですね。それもね、私食べましたけど美味しかったですね。はい、あれですか。パチ屋やめて居酒屋やった方がいい。あんちゃん居酒屋ね。うん、逃がさないよ。スミチルやさぐれてるな。まあ天井まではまればね。やさぐれますよ。で、天井はまってあれない、ビッグだけなの。ビッグだけですよ。あ、行きますか。私行きます。
はい、結構きついね、うん、あ、22日伊勢崎、はい、そう、もう一回、あー、岡本塚でいいんですけど、21日伊勢崎より近い方、今月のね 22?22、うん、ね、明後日、あれでも24日にも魚拓さんが来るんですよね、そう、伊勢崎に、ええ、来てください。いや、ぜひぜひ。ゼブラエンジェルス。ゼブラエンジェル。ゼブラエンジェルですか？ええ、ゼブラエンジェルってあれじゃないですか？あの京楽の。京楽のっていうより SKE じゃないですか？そうそうそう。そうそう。でもそれ言っちゃいけないみたいなね。あ、あんま言っちゃいけないみたいな。あんま言っちゃいけないみたいな。そう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 。あんちゃんホールで働いている時より生き生きしてないか、わらわら、あんちゃん走ってる、キコーナの、直営食堂の店長になり、なりないよ、あんちゃん、あんちゃんが居酒屋やればいい、あずけんさん出世しましたか、いや、あずけんさんね、出世してるよ、してる、してるしてる、はい、あんちゃんのテンションが今日おかしいなと、まあそれはね、肉を目の前にしたらね、肉を目の前にしてたらね、こうなっちゃいますよ、本当にね、はい、いやいやいや、すごいな、うん、あんちゃんまた、はい、ということでね、はい、あずけんさん、あずけんさん、ここでお帰りになりました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、プロレスやろうね、あ、後でね、プロレスもね、やるということでね、今度ね、交互期待ということで、はい、あずけんさん、お疲れ様でした、ありがとうございました、あ、スビチェルもね、ちょっとね、バイバイよね、バイバイということでね、はい、お疲れあずけん、食べ物関係の時の方があんちゃんテンション高い、ね、高いです、まあそれはね、高いです、あずけいなくなるの、あずけお疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様です、またね、まあね、でもあずけさんちょこちょこ多分この後出てくれるような出てくれますよ、感じだと思いますんでね、まあいろんな放送毎日見てもらえれば、うん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 、もういつ出没するか分かりませんのでね、そうですね、ぜひ毎日見てくださいね、あずけお疲れ様、伊勢崎はやっぱでも出没率高いじゃない、伊勢崎は出現率は高めですね、うん、まあこの後もしかしたら小田原とかねあの辺にも出てくるかもしれませんし、ウェスカーがサンゴ礁カレーの話をしてたけど、あんちゃんが教えたの、はい、これね、はい、ですね、これにはね、いろいろと事情があったんですよいやバラしちゃってもいいんじゃないですかはいはいはい、うん、どうぞ、ですね、エリマネーターの方からですね、はい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 、今関西の、はい、アンダツリーグループの、はい、ところでカレークラブっていうのがある そうなんですよ。ほうほうほう、でカレークラブね、カレークラブ、カレー、美味しいカレーを食べようという、はいはいはい、こっちはバット部ですけどねまあこっちはバット部なんですよ、こっちはバット部ですね、バット部部長ですから、あ、バット部部長で、そこでエリマネの方が、うん、七里ヶ浜にあるサンゴ礁のカレーが美味しいと、はい、美味しいと、ほう、他の部位に行ったら信じないという、うん、信じないんで、信じない、信じないんですよ、はいはいはい、なんで、うん、わざわざ、うん、電話かかってきてカレーのレトルト、サンゴ礁の方にはレトルトのカレーがあるんですけど、はい、1つ800円でしたっけ、700円でしたそんなにすんのレトルトで、あ、ね、800円、サンゴ礁のレトルトカレーは高いんですよ、高いね、高いけどね、うん、美味しいんです、美味しいんだ、それを遅れと言われて、ええ、分かりましたと言ってなるほどね、急遽送ったんですよ、カレー部の皆さんに食べてもらおうということ、そうですね、はい、多分それでようやく食べていただいたんですけど、結構前に送ったんですけどね、なるほど、はい、それでね、ウェスカーさんが言ってくださったと、うん、はい、なるほどね、言ってくださったと思うんですけど、あずけんはキコーナの広報部長ですね、そうですよ、まあ、そうですね、あんちゃん初めて見たかも、あ、普段はねホールに出てるときはこういう格好してますからね、まあね、いつも負けてるからコスプレなんで、そうですね、あずけん演出、あんちゃんが店長の焼肉屋さん絶対美味しいよね、絶対前だろうね、絶対前だもん、あずけん出ると倍面白くなるな、ありがとうございます、ありがとうございます、確かにね、あ、サンゴ礁行ったことあるよ、あ、僕行ったことないし、サンゴ礁行ったらもううちも来てくださいよ、そんな美味しいんですか、サンゴ礁は、そうですね、美味しいです、美味しい、あ、そう、サンゴ礁のね、ガーリックポテトめっちゃうまいの、これ、美味しいです、美味しいです、それはうまいっす、やばい、うん、あー、やばい、痛い、え、どこにあるんですか、七里ヶ浜です、七里ヶ浜って近いですか、要は、ね、江ノ島の、はい、海沿いのところにあるんですよ、あ、江ノ電とかの、そう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 、だもう海を見ながら食べられるカレーですから、いや最高じゃないですか、いや、そっちの方はですね、混んでるんですよ、でもね、うん、そうなんですよ、カップルで地元の人たちはですね、はい、サンゴ礁って実はもう一個上の方にありまして、そっちが本店なんですけど、うん、そっちの方に行くんですよ、本店、はい、下は、下が本店でしょ、いや、上が本店です、あ、そうなの、はい、そっちは空いてる、比較的、いや、吸い込んでもいますけど、うん、まあカップルは少ないかなと、ああ、なるほどね、
サンゴ礁デートにいい雰囲気だよね。でもやっぱそうそうそう、はい、そうなんですよ。そうで、デートにはでもねやっぱね、あの海沿いのところで、うん、そう、はい、テラス席とかいいよ。なるほど、ね、テラス席はいいですね。子羊の、もも肉カレーが好き。あー、うまいっすね。いいな、食べたいな。自分のおすすめはですね、さ、はい、ハマトン豚の三枚肉のカレーですね。そんなのあるんだ。はい、寒いけどテラス席で食べた、目の前海やから最高やったよ。そうですね、本当いいっすよ。ガリポテうまいよね。スペアリブもおすすめ。スペアリブもいいです。みんな行ったことあるんだ、すごいね。ね、一応この辺を代表する、いい代表するカレー屋さんです。はい、じゃあ僕も肉いただきますね。サンゴ礁といえばやっぱりね、有名ですから。告白した場所、へえ。でもね、あそこで告白したらやっぱうまくいきそうですよね。見えますか？見えます、見えます。もうちょっと上、あ、ちょうどいい感じ、いい感じ、いい感じ。いただきます。夕日が綺麗と。そうですね、確かに、うん、うまっ、うん、スミチェル食べるわそして黙々と回すスミチェルって言ってたから、はい、とりあえず誰か一人は回すとかないとダメじゃないですか、これはいや、もう、もう食べる回がいつたるけどねただの食事会じゃないですか。いただきます、うん、せめて網焼きの準備しないとといや、煙があんまり出ちゃうとあれだから、ね、そうそうそう、うん、ちょ、一応ね、店内なんでね。そうですね、下手したらスプリンクラー回っちゃうから、うん、肉テロ許すまじ、あんたに抱かれたいいや、めっちゃうまい。 あんちゃん、あんちゃん来たよ、ニッパー言ってニッパーいや、これ塩麹に使ってるやつなんで。ああ、塩麹ですか。はい、塩味がしっかりついて、ね、塩味がしっかりついて、スミチェルもじゃあ試食してみてください。はい、平干しもやって、ありがとう。サンゴ礁から戸塚近いですか。そうですね、車で30分ぐらいですね。ちょっと30分かかるか、ついてれば。多分ね、もうちょっと近いかもしれないですね。サンゴ礁はですね、まあおすすめな時間帯っていうより、うん、おすすめなのは平日で行くのが一番いいです。なるほどね、はい、そうですね、安定で可愛い、あんちゃん可愛いで、土曜、日曜日としと、はい、上野本店の方が、うん、比較的座りやすいかなと、はい、なるほどね、お店的には小さいんですけど、はい、本店の方が結構長いしないんで、皆さん。なるほど、ね、お酒飲めないから、あんちゃん可愛いな、安定で可愛い、もはや誰も日暮らしに興味がない全員かよ、あれ、そのスーツはあんちゃん専用じゃないのか、土日はめっちゃ混むからね。なるほどね、そうですね、そうなんですよね、うん、あと、あそこの辺に自分まだ行ったことないんですけど、完全にね、サンゴ礁の宣伝になってますよ。いや、自分行ったことないんですけど、ビルズっていうパンケーキの有名なのがあるんですよね。世界一の朝食と言われてますね、はい、自分は地元ですけど行ったことありません。まだ行った。どっかのデパ地下になかった？あ、昔サンゴ礁ありました。あったんですか。富士山の再開の下にあったんですけど、撤退しちゃいました。うん、なるほどね。はい、あらら、これはいいステマ。3連休は貴重な永田町店ないですね。ない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 。サンゴ礁はお昼避ければ OK と。なるほどね。そうですね。そうですね。まあ、あと夜の時間帯はもうアウト、うん。なるほどね。富士山の有光寺付近にも、美味しいカレー屋に2店あるね。あ、そうなんですか。それ湯行寺ですか。湯行寺の近くですか。湯行寺の近く。湯行寺。うん、なんていうお店なんですかね。うん、日暮らしの記憶で、肉、記憶が肉で上書きされました。あんちゃん生きてる。あんちゃん、ひくまらの真似して。あ、これは なんて言うんですか。食べて、ほら、食べて、食べて。ほら、やってやって。藤田住んでるのに、全然知らなかったの。永田町は無理がありそう。調布や、八王子ならなんとかなる。あんちゃんの腹の虫が鳴く前にいただき。黄金の三角形ってのあるらしいですよね。黄金の三角形。黄金の三角形。これなんかね。はい、前テレビ見たんですよ。でもね、あんちゃんね、はい、彦摩呂よりやっぱでかいよね、うん、でかい。いやいやいや、彦摩呂さんもっとでかいですから。いただきます。はい、どうぞ。はい、キコとつかなりやっぱりココイチ近いんだし、幼いとの。確かに、ちなみにですね、うちのポイント景品には、はい、ココイチのレトルカレ、レトルカレがありますから。はい、さらに、さらにうちの会員カードを隣のココイチに見せ持って行って見せてもらえると、カメラカフェオレとか、お食事したお客様に限り、カフェオレやオレンジジュースなどが一杯サービスとなってますので、ぜひ会員カード作ってください。だから、まずうちで会員カード作ってからここに行きたいんですね。そうですね。サンゴ礁行った帰りに遊べる店はここな戸塚店です。はい、ここ全然合ってる。せーの、ここはここはキコーナー、トツカ店です。ありがとうございます。まあ、トツカ店も近いですし、うん、そこからまあ30分くらいで平塚店も行けますし、横塚店も行けますので、はい、まあ、参加賞、うん、いらっしゃいましたら、もちろん、
気候なのね。そうですね。どっかでもね。はい。はい、サンゴ礁のカレー景品に入れてよ。あ、サンゴ礁のカレーよ。出るかな。これはちょっと厳しいんじゃないですか。まあ、出なかったらね、あんちゃんが自分で買い取る。まあそうだね。来店ポイントだと、え、40ポイント。ポイントだったらでもいけるのか。40ポイント。40?35 ポイントぐらいかな。いや、700円でしょ。35ポイント。35ですね。35ポイントで。あ、じゃあ行きますか。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 行きましょう。せっかくだから。はい、みんな幸せそうだね。ひこまろ、してよ。あんちゃん何歳?40歳です。はい。40歳でひこまろやって。はい。はい。味の宝石箱やー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サンゴ礁の後は江ノ島水族館。そう、江ノ水がありますからね。江ノ水あります。気候な霞ヶ関店です。贈与は控えております。いや。あんちゃん1ヶ月の食費はどんぐらいかかるんですか？一時期多かった時は多分10万余裕でございました、ね。わー。あんちゃん可愛い。あんちゃん独り身ですからね。はい。じゃあ閉めますか。そうですね。時間もなんでね。はい。あちらに行っていただいてね。ありがとうございます。はい。はい。ね、いや今日はちょっとね、はい、預けんがいたんでね、ちょっとバタバタと、ね、バタ本当だよ、しましたけどね。そうなんですか。はい、ね、いろいろとね狂わされましたからね。いきなりトツカーニャの振りが全然違かったっ、ね、本当にびっくりしました、ね、トツカーニャ全然違うよみたいなね。あんちゃん、じゃあ最後それやりますか。あのその下にあるやつ何ですか。あー、そうですね、はい、これはい、はい、ということでですね、まあ、一応僕勝者っちゃ勝者なんでね。そうですね、はい、はい、あのですね、あ、これ先ほどちょっとね、うん、いいものを手に入れたんですけども、はい、これですね、なんて言うんだっけ、あの金運金運が世界一日本一の山上、あ、なんだっけな、荒谷山、うん、でしたっけ、うん、かな、荒山神社っていうですね、うん、富士吉田の方には山梨県にあるらしいんですけども、うん、日本一の金運のお守りと呼ばれているものです。これをですね、今日の勝者の方にあげるという感じだったんですけど、はい、まあ、スミチェルがね、アンちゃんの代打ということでやったわけですが、はい、全然いけなかったので、はい、山ちゃんが勝利ということで、金運のお守りゲット。やった、ありがとうございます。代打負けたんですか。これで僕のプライベートが充実すると思いますんで。よし、あ、すいません、はい、何、あの、あ、思い切り天井行きました、急遽これでね。ということで来週の罰ゲームは、あんちゃんがね、しっかりやります。あんちゃんでございます。キャラ濃いな、ここ。大丈夫、預けの記憶もあんちゃんで上書きされました。おやすみ、今日も楽しかった、お疲れ様。はい、この後はね、はい、12月になりましたら、はい、鍋パーティーが待ってます。やりますね、ね、鍋パーティーの時は、多分あの鍋だけになるかなって。あー、鍋&トーク、鍋&トークか、鍋トーク、もしくはあの大丈夫大丈夫大丈夫。それか、あれですよ、あんちゃんはその時パチンコを一人で打ってますから。いや、僕らはみんなで後ろで鍋をつつくと。それか、もしくは、普通の幅が広いところの台で、後ろで鍋やりながら、打つと。ああ、いいですね。そう、鍋雑談。ちゃんこ？ちゃんこってより、何になるんですかね。自分はなんかあれ、服がいいって言ってるんですけど、多分、闇鍋になるんじゃないか、うん、ガルどうなるかね、何鍋にする予定なの、まだ決まってないですね、まだ決まってないですね、小田原の次の新店舗は八王子を希望。あ、八王子、激戦区ですね、また激戦区ですね、八王子です、いいですね、今日も楽しかった、お疲れ様、ありがとうございます。おやすみなさい。あ、まあ、はい、今日このね、牛タンをやりましたけれども、ええ、うちはですね、今度3連休に、はい、毎日日帰りの屋台を、ね、あ、屋台が、はい、屋台、はい、3連休に来てくれると、はい、初日が、土日月、はい、はい、焼き鳥、初日がですね、まあ、美味しい焼き鳥屋さんが来てくれると、はい、はい、で2日目、2日目は、うん、はい、わらび餅、京都のね、有名なわらび餅、あ、美味しいですね、はい、それをその場で切って、うん、まぶしてもらって、はい、どうぞっていう、その場で作るわらび餅ですね、はい、あ、うまそうですね、はい、うん、で、ともう一つ、はい、人気の焼きそばですね。焼きそば。焼きそば。はい。鉄板ですね。鉄板ですね。うん、もうお昼時 ね、ぜひ、はい、食べられますからね。はい、22、23、24と。24日はですね、はい、大分ってなってます。中津のですね、から、はい、から揚げ。から揚げと。はい、から揚げ。月天から揚げって言われてますね。はい、有名なんで。はい。で、まあ、3日間ともね。はい。これは本当に美味しい屋台が食べられますので、はい、ぜひね、はい、ぜひともね、3連休、まあ、どの日でも、別に1日でもですね、はい、ぜひ美味しい屋台で食べて、
パチンコで遊んでと、はい、いうことで、小腹が空いたらね、はい、あのこういうあの屋台の食べながら、食べながら、パチンコを楽しんでもらって、あのお席で食べてても全然何も言いませんので、はい、はい、現状を今やりな、あの焼肉焼きながら食べてますから、はい、いや山ちゃんがおごってくれるんですか？おいくらですか？いやでもね、ちょっとまだ値段はそこまで見えてないですけど、まあ大体に200〜300円程度、リーズナブルな値段設定にしていただけるって話なんで、はい、はい。あ、結構安くね、ぜひぜひ、そうですね、はい、何時から食べれるんですか？あ、もうね、昼前ぐらいから11時ぐらいからスタートしますので、はい、で、まあ、夜はもう閉店ぐらいまでやってくれるってことなんで、はいはい、今回売り切れはなし、売り切れはですね、いや、まあ、材料がなくならない限りはもうフルでやりますから、フルでやると、はい、フルでやるそうなんですね、かしこまりました。あんちゃんのチョイスですか？これはこれはもう、これはあの私チョイスでございます。山ちゃんのね、チョイスだということですね、はいはい、自信がありますから。自信がある。もうそれも美味しいということで、ね。自信がありますから。まあ、食の戸塚ですから、もう間違いはないと、はい、ということですね。はい。はい、圧力早く締めないと、あんちゃんのベルト爆発するぞ。はい。じゃあね、今日ね、ちゃんと戸塚、はい、にあってやってないんでね。そうですね。それで今日は締めましょうかね。はい。はい、そうですね。はい、今週もね、2時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また来週もね、来週は木曜日、普通に放送しますんでね。はい。来週の、ね、24時からも、こちらのチャンネル、はい、見に来てください。お、日曜日行きますというコメント来てます、ね。ありがとうございます。日曜日はですね、わらび餅と焼きそばです。わらび餅食べに行くねーと。はい。ありがとうございます。ということで、じゃあ最後これで締めましょう。はい。じゃあ、せーの。トツカーニャ。おやすみなさい。さよなら。最後の最後でした。さよなら。バイバイ。最後の最後で